なってんじゃん俺。なんか最低な彼氏みたいになってんじゃん俺。俺別に彼女に食い物で文句言ったこともないし、なんなの。はい、ワドツ。なんなの本当。いやマジでショックなんだけど。なんで。なぜこうなった。はい、ワドツ。俺感謝してるよ。だなんで謝るの。その理由がないことで謝るなんて無理だよ俺。いただきます。いやだからまずいなんて俺言ってねえじゃん。だからメロンで言うと俺は正解したんだよ。いや、まずくないっすよ。まずくないっすよ。まあまあ、うまいっす。あ、うまいっすよ。うまいっすよ。うまいっす、うまいっす。こんなんさ、もう。あ、うまいっすよ。あ、うまいな。もうおかわりしようかな。美味しいから。おかわもっと食べたいな。おかわりしよう。あー、すごく美味しいから、全部食べちゃおうかな。うん、美味しいな、うん、おかわりしよう。全部食べちゃうな。お父さんお腹空いてなかったのにおかしいな、うん、全部食べたくなっちゃうな。
笑うだろこんな。なんで女にマジギレしてんだよ。腹立つぞ。なんだ女リスナー、今日の女リスナーマジで。クソ腹立つんだけど。ね、なんでさ、そうやって派閥作るようなことしたの？なんでさ、その、女性リスナー、女性リスナーおっかないの知ってるでしょ？なんでそうやって派閥を作るような真似をしたの？俺、配信、仕事なんだけど、また配信が嫌いになるんだけど。何にも言わなかったら言わなかったで、お前ら文句言うじゃん。なんで何も言わないの？失礼でしょ。私はまずいものはまずいって言うけどな。何言ってももうダメでしょ。もう手遅れで。なんで女の敵って、アホかよ。あれ音聞こえる？ああ、なんか音小さくね。やめてよ女の敵とか、マジでブロック入れるぞこの野郎お前ら、マジで。ああ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 模範解答だろ。何なの本当に。逆だわ、もう作んなよ、二度と作んなよ。マジで春巻きが食卓に出たらもうガチ切れしてやっかんね。もう怒り狂ってやるから本当に。春巻きぐっちゃぐちゃにしてやっから俺、わっちゃわちゃにしてやっからよっつって。なんで？何？和道に腹が立ったって。違う、違う、なんかおかしいって。おかしいって。だいたいさ、10年間引きこもりで、10年間何も作ってこなかった人が料理を作ったらどうなるかを想像しろよ。なあ、それで俺逆ギレされたんだよ。俺文句も言わず食べ続けてありがとうって言い続けたんだよ。で、自分が料理失敗したらごめんねって言い続けたんだよ。なぜ俺が悪いの？ねえ。10年間コンビニ弁当を食べ続けた女が作った春巻きだよ。わかりる？しまいには俺の家の油にまで、俺の家の油をディスったんだよ。俺の家の油を。人の家で揚げておいて。我が家の油無断使用しといて。違うのか？違うのか、おい。俺は間違ってるのか？だから胸の内に秘めてるのにまだ叩くでしょ？いや、はっきり言うよ。俺料理作ったらめちゃめちゃうまいし、うまいぞ。悪いけど。いや、俺うまいよ。料理。悪いけど。料理配信やってないけど。違う、無断使用は別に構わないけど、その油をディスられたんだよ。ねえ。それは違うでしょって言ってんの。ああ、もう料理なんか作るな！一切。もう料理やめちまえ！料理やめちまえ、全部。俺が作るわ、めんどくせえ。ああ、めんどくせえ！俺が全部作るわ、今後。もう春巻きどころの騒ぎじゃねえよ！全部やめろ、全部！料理自体やめちまえ！全部やめろ！もう二度と作るな！だんだん腹立ってきた。もう二度と作るな！こんだけ叩かれたのは初めてだよ！もう絶対作んなよ！もう何食っても同じだから、全部禁止！料理全部禁止！ふざけんな！料理作んなよ！もう。あー、頭きた！もう全部俺が作る！もう作らせねえ！俺の家で料理作らせねえから。ふざけんな。ふざけんなよ！もうダメ！もう作らせない、もう。二度と禁止！
我が家で料理禁止、台所に立たせ。頭きた。春巻きを食べますよ、うん、ただもう二度と作らせないわ、我が家で料理を、うん、料理禁止だよこんなん。俺が全部作る。ふざけんじゃねえよマジで。ふざけんじゃねえよ本当に。俺全然作れるよ。はい、ワードツヤ、仕事サボるさん。いや、もう料理に関してはもう全面禁止だわ。全面禁止だわ。全面禁止。これマジだから。もうマジで作らせない。マジで作らせないから。こんなね、喧嘩をするために料理作らせてるんじゃないんですよ。僕は。もう無駄だから、こういう。こういうね、無駄な争い。もう料理作れないんだったら作らなきゃいいんだよ。うん、もうダメ。我が家は料理禁止です。俺が作る。ダメ。もう作らせない。うん、そう、俺がルールだから。俺がルールだから。そう。うん、米も炊かせねえかんな。だからまずいって言っても、まずいって言って仮に言ったとしよう。仮にだよ。仮にまずかったとして、何が生まれるんだよ。何が生まれるんだよ。うん。ダメだよ、そんな。許されない。うん。なんで悪者にされてんだよ、俺が。ふざけんなよ。対応間違えた、和道が悪い。対応間違えたか、俺。俺因縁吹っかけられただけじゃん。俺対応間違えてなくね？じゃあ何すればいいの？何すればいいの？なんて言うのが正解だったのか、だから教えてよ。何が間違いだったの？俺何が悪かったの？俺の何が悪かった？比べてないんだっつってんの、俺は。そう、ノンタンが元カノにライバル心剥き出しただけじゃん。なんで俺が悪いの？何が俺間違えたの、じゃあ。俺が何間違えたの、マジで。何？どこが間違えたの？どこ？言って？どこ？どこが間違えたの？本人が作らないっつったから作んなよっつったんじゃん。俺から何か主張した？まあ、ネチネチ言うのじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。何が間違えたんだよ。ネチネチ言うのじゃねえよ。ネチネチ伝えてやだろうがよ、この野郎。おめえはぐだぐだ言ってっからだろうがよ。ふざけんなよ、ほんとに。俺から言ってっか？お前はぐだぐだ言ってっからだろうがよ。ふざけんなよ。マジでよ。言ってみろよ、じゃあ、どこ間違えたのかよ。ふざけんなよ、ほんと。怒るな、そんな。怒るだろ、そんな。どこをどう間違えたんだよ、俺が。こんな大人数からよ、ぐち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 言われてよ。どういうことだよ、ほんと。どういうことだよ。おかしいだろ、どう考えたの。知ろよ。いや、具体的に言えよ。どうするのが正解だったのか言えよ、じゃあ。どうすんのが正解なんだよ。元彼の話なんかしてないよ、俺。元彼の話なんかしてねえよ。うん、それは彼女が言ってるだけで、俺絶対そういうことしないから。
元カノがどうのこうのとか大嫌いだから、そういう男俺。どこだよ、こんばんは。違う違う、それは彼女が言ってるのであって、俺はそんなこと言ってないんだよ。具材何入れたらよかったかなっつって、あ俺ピーマン好きとか答えただけなんだよ。そう、ノンタンの春巻き食べながら元カノの方が美味しかったとか言ってると思ってんじゃん。そんなこと言ってないよ一言も。だし、そう、彼女は春巻き作ってくれたんだけど元カノの方が美味しかったわとか言ってるんだったらわかるよ。俺その彼女が作った春巻きも話題にもしてないんだよ。だから比べてねっつーの、いやマジ腹立ってきたな、んだ、だんだん腹立ってきたな。お疲れ。女のめんどくささわかるでしょ、本当に。俺がいつも言ってるでしょ、見返りが欲しくて良かれと思ってやることは全部裏目に出るよって。だからそれは欲だっつってんだろ。良かれと思って相手に迷惑になることもあんだよ。自分の気に入ったリアクションがなかったら悪いなんて言うんだ。だったら最初から作るな、ボケ。自分の思い通りにいかんぞ最初から。ありがた迷惑とかあんだからな。知らん。俺が春巻き作ってってお願いも一回もしないからね、ちなみに。めちゃめちゃ腹立ってきた。ムカついてきた、なんだ。寝れなくなるパーティーだな、これ。怒らせるな、だったら。怒りたくて怒ってるわけじゃねえよ。で、結局、こんだけ待っても具体的な反論ねえじゃねえかよ。和道が間違ってるっつってよ、何が正解なのか出てこねえじゃねえかよ。人のこと否定するんだったら大会案ぐらい出せよ。人のこと否定するんだろ、答え持ってねえんだったら否定なんかすんじゃねえよ。腹立つわ。うまくないものをうまいっていうぐらいの嘘をつくぐらいだったら俺は腹切るわ。うまくないものに対して嘘をつくのはね、失礼だから。わかる。自分の吐く言葉は大事なの。あ、まあそれはそうかもしれないけど。
まずいっていうのをうまいっていうのがいかに失礼なことか。それは絶対やっちゃダメ。ただあえて、あえてね、わざわざ手間暇かけて作ってくれた人にね、何のあれもなくまずいっていうやつも俺はデリカシーないと思ってる。わかる？わかる？相手が時間をかけて作ってるのがわかるから、ただ作ったものをまずいって一言で片付けるやつも俺はないと思ってんの。だから次は今日よりきっと美味しいの作ってくれるよってそう言ったじゃん。俺は彼女が作り続ける限りうまくてもまずくても食い続けるよって。それが普通なんじゃないのって。そう思うのが普通なんじゃないのって。で、本人が作りたくないって言うから、だったら二度と作んなっつったの。だから、これは、ご飯食い終わった後、のんたんに、え？いつもご飯作ってくれてありがとね、感謝してるよって言って。言ったじゃん。ありがとねって。俺はそう言ったんだよ。感謝の気持ちを伝えたよ。でも彼女は察したんだろうね、俺のアスペ顔から。アスペ顔から俺の、もう落ち前のアスペルガーが顔に出たんだろうね。アスペルガーが。うまくないんだなっていうのが伝わっちゃったんだろうね。うん。でも俺は食ったよ。全部。彼女のことが好きだから。彼女が作ったものを捨てるとかありえないし。俺は全部食うよ。それを外野に旗からなんでとやかく言われねえって言ってるの。好きだろ。それくらいまずいってことなんじゃないの？わかんないけど。違うの？要望を言ったんだよ。何が入れたら美味しいの？って言われたから、いや、ピーマンと、ね、タケノコと、豚肉とクックドゥって言ったら、俺チンジャオロースじゃねえかってさっき言われたんだよ。俺は伝えたよ。聞かれてから言ったんだよ。聞かれたから、うーんって。ピーマンとタケノコと豚肉のブロックの細切りのやつ入れたら美味しいかなって言ったら、それチンジャオロースじゃねえかバカ野郎って言われたんだよ、俺は。わかりる？出された時点だよ。俺はだから人から出されたものに文句言うの嫌いだもん、うん、人が出したものは黙って食うっていう教育を受けてんの。文句を言わず食うの。文句を言わず食うんだよ、うん、そして感謝の言葉を述べたらなぜかディスられてんだよ俺は、うん、文句は言ってないじゃん。だから文句なんて一言も言ってないんだって俺。じゃあだからなんか俺が文句言ってるみたいになってるのがおかしくねえかっつってんの。俺文句言ってないから一言も。俺は愛してる人とか、どこ行ってもそうだから、店行っても本人の前でまずいなんて絶対言わないから。うん、ただ、うまくないものに対してうまかったとは言わないから。うん、知らないよ。なんか知らないけど、こんな流れになってんだよ。女が発狂してんだよ、女が。考えられないみたいにされてんだよ。意味がわかんないでしょ、全然。おかしいでしょ、どう考えても。
いや、彼女の向上心とか別にいいの。作りたくなかったら作らなくていいの。ただ、なぜ災いをもたらすんだっつうの。なぜ災いを。うん。いいじゃん。それで終わったことなんだから。元カノの話なんか彼女にしたことねえわ、俺。俺はそういう振り返るやつが大っ嫌いなの。ただね、だから、全部そうでしょ？今まで彼女との喧嘩も。俺の過去の動画を見て、で、過去の発言が今かのようになって、で、本当はどうなのみたいな話で全部すれ違ってるじゃん。うん。いや、ありのままじゃないってよ。俺はありのまま言うのも間違ってると思うから。俺は礼節を大事にしてるから。作って気持ちはありがとうねじゃなくて、俺はだから、まず、どんなにまずかろうがうまかろうが作ってくれる気持ちが嬉しいと。だから、作り続けてほしいと。言ったんだよ。そしたらもう作りたくないっつったから、じゃあ作んなっつったんだよ。うん。過去を消すんじゃない。過去は変えらんないの。うん。過去を変えようとするからおかしくなるでしょ。文句を言わないのが優しさだと思ってません。ただ優しく接しろっていう態度が腹立つっていうの。こうあるべきだっていう態度が腹立つの。うん。まずいものを作った人間の態度か！うん。じゃないの？じゃないの？まずいものを作ってさらにズーズーしいとはどういうことだ？おかしいだろ、どう考えても。そうじゃないの？そうじゃないの？うん。いや、そうでしょ？だから俺は嫉妬はダメだっつってんの。嫉妬は何も生まないんだ。なんだ、だから俺が強要したんだったらわかるよ、古代。俺が作ってってお願いしたんならわかるよ。違うよ、俺春巻き作ってなんて一言も言ってないんだよ。うん。春巻き作ってなんて一言も言ってないんだよ。お願いはしてないの。作らなくていいよって言ってんの。苦手なことはするなって。片付けも苦手だから俺がやるよって全部言ってんの。彼女には苦手なことは一切しなくていいって。もうやりたいことを好きなことだけやってくれって。だから料理を作ってくれたことに感謝してるっつってんだろうがよ。なんでわかんねえんだよ。それでまずいもん食わされて文句言われてみろよ。で、過去の女のこと言われてみろよ。どうすりゃいいんだよ。じゃあ何が正解なんだよ。なんなんだよ。なんで文句言われたんだよ、俺。おかしいだろ。だから意見は言ってるの。意見は言ってるの。そう、態度がおかしいってどういうことだよ。だったら作んなきゃいいだろ。最初から。作ったのがうまくてもまずくても文句言うのおかしいだろ。言い過ぎじゃねえわ。言い過ぎじゃねえわ。どう考えてもおかしいだろ。だからどこがおかしかったんだっていうの。怒るだろ、そんなの。俺がお願いしたんならわかるよ。俺が春巻き作ってくださいって。どうか春巻きを作ってください。春巻き作らないと死ぬって言うんだったらわかるよ。春巻き作って、春巻き食べてもいい。ああ、楽しみにしてるよ。で、俺、しかも今回春巻き作られたの2回目なんだよ。これ2回なの。2回目なの。俺文句言ってないからね。うん。どうなの？うん。まずかったっつったらまずかったで、絶対女どもは文句言うよ。人が一生懸命作ったものに対してまずいとはなんだって絶対言うよ、こいつら。ここで今ファビオってる奴らは。絶対言うよ。和道ないわって。でしょ？だから怒ってんの。そう。感情を優先するから。でしょ？絶対言うから、今ファビオってる奴は。メスどもは。でも俺はまずいとも言わないし、ご飯作ってくれてありがとねっていつも。
なんでそれで俺が詰められなきゃいけないの？おかしいだろ。まずいものをうまいって言えって脅迫されてる気分ですよ。わかる？まずいものをうまいって言え、喜べ、笑い狂えって言われてるような気分だよ。おかしいでしょ、どう考えても。おかしいでしょ、どう考えても。どこが間違ってるんだって、だから。でしょ？美味しい京料理、ファビョってるだろうがよ、どう考えても。コメント全部読もうか、じゃあ。コメント全部読もうか、おい。まずいならまずいって言えばいいんだよ、古代。メロン、彼女にまずいなんて言えない。まずいとは言えない。ありがとうが正解。読み返してみろよ。怒るだろ、こんなもん。何が固定概念の？何が固定ないの？ファミオルは！そんなもん！当たり前だろうがよ！むちゃくちゃな理論を押し付けられてよ！こっちは、じゃあ何やったらいいんだろうって言ったら、何の打開案も出ねえじゃねえかよ！怒るに決まってんだろ、そんな！人格否定してるだけじゃねえかよ！おかしいだろ！そうそうそう、そういうこと。さすらい、俺が怒ってんの、そういうこと。そういうこと。だったら言えよ、具体案を。どうするべきなのかを。何も出てこねえじゃねえかよ。そう。だから正直に生きてんだ、自分の思ったことを。今まずいって認めないよ。まずいものを作った例えを知ってるんです、僕は。今僕は彼女の春巻きに対してうまいとかまずいとか一言も言ってません。具体的に彼女の春巻きがまずい話はしてません。はい、まずいともうまいともノーコメントです。はい、そうだよね。作ってくれてありがとうね。どこが間違ってんだよ。うん、だからアドバイスしたって。だからナッツさん、聞かれてなんか必要な具とか好きな具あるって、あータケノコとか春巻きとかって、それをだから言われたの、さっきトッツで。チンジャオロース巻きじゃねえかよって、うん、チンジャオロース巻いて何が悪いんだよ。お前らじゃあ言えよ、じゃあ。くそまずいラーメン屋でうめえ、言えよ、うまいですって。また来ますって。嘘つきどもが。言えよ、今俺に反論したやつ。まあ、くそまずいもん食って。言えよ。また来ます、毎日来ますって。超うまかったです。また来ますって。言えよ、絶対言えよ。まずいもん出されず、絶対言えよ、お前ら。浅井さんに何された？お前、シナモンシュガーガンガンかけられたんだぞ。味が足りないっつって。俺、浅井さんにシナモンシュガーガンガンかけられたんだぞ、目の前で。パエリア作って初めてご馳走するわ、つって、浅井さん食べて、つったら味が足りない、つってシナモンシュガーガンガンかけられたんだぞ。文句言ったか、俺。言ったか？言ってねえだろ。ごめんね、つったよ、俺。おう。なあ。そう、相手を望む通りに行動しようっていうのは暴論。そこに怒ってんの、俺は。そういうこと、そういうこと。俺の論点はそこ。愛さんが正しく理解してる。そう。望んだ通りのリアクションがもらえなかったからって愚痴るなっつってんの。うん。うん。一番立ち悪いよな、あやかな。うん。誰のためにもならんわ。亭主と彼女立場違わない？じゃあなんで俺に強要してんの？じゃあ何を強要してんの？俺に反論してるやつは。何を強要してんの？俺に。何をすればよかったのか言ってよ、具体的に。何に怒ってんの？なんで俺は生き方を否定されないといけないの？どうなの？だから言ってよ、具体的に。何が間違ってたのか言えよ！言えよ！そこまで言うんだったらよ！だったら言えよ！
それは怒るだろうがよ、押し付けられたら。違うの。違うの。俺が言ってること間違ってる。何が具体的に間違ってるのか言えよ、じゃあ。どうすりゃいいんだよ、俺は。そう。だから、GMA さんも全く同意見で、それを向上心に役立てるべきじゃないの。キャラ変わってるじゃない。マジ切れしてっから、俺、今。キャラ変わってんじゃねえよ。キャラじゃねえかんな。マジ切れしてっかんな。俺、ちなみに、まずいもん食わされて店で美味しいですかって聞かれても黙るかんね。うん。黙るかんね。で、俺は今、それで黙ってたら、隣の客になんか、え、うまいって言わないの失礼ですねって言われたような気分だよ。は、てめえ、ふざけんなよ、この野郎って。てめえ、そういう状況だよ。店に出されたラーメン食った、まずかった。で、黙ってたの。店主に美味しいでしょって言われたの。まあ、黙ってたの。そしたら隣の客に、なんだお前失礼だなって言われたんだよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。ふざけんな、この野郎。俺の自由じゃ。彼女どこが大切にしてねえんだよ。だから、言ってみろよ、この野郎じゃ。なんであんにキレてるんじゃねえよ。俺に歯向かってきてるやつにキレてんの。どこが失礼なんだよ、だから。まずいっつって何が生まれるんだよ、じゃあ。切れるよな。なんで俺、隣のやつに言われねえといけねえんだよ。俺の生き方を否定されたわけだから。ふざけんじゃねえよって。じゃあ何が正解なのか言えよって言ったら何も言わねえで。まだ、まあ、怒ってて最低とか言ってんだよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎。ふざけんじゃねえよ。俺の生き方に口出すんじゃねえよ、この野郎。だから言ってんだろ。何が悪いんだよ。言ってみろよ、この野郎ちゃん。言えねえじゃねえかよ。何が悪いんだよ。何が悪かったのか言えよ。まずいものはまずいって言わない。俺は物を作る人にリスペクトがあるから。時間と手間と暇をかける。ね、そこに愛情がある限り、俺はまずいとかうまいとかそういう問題じゃないの。まずいかどうかっていうのは、豚肉さん、ピーマンさん、ピーマン農家さん、春雨職人さん、春巻きの皮作る工場長とか、いろんな人をよぎるから。その人たちのために俺は、たった一人の料理人が事故を起こしただけで、まずいなんてことは言えません。俺は背景がわかるの。わかる？わかる？女の気持ちとかねえから。男の気持ちとかねえから。遠回しに言ってねえっつうの。だから。俺は発言してねえの。ディスをしてねえの。俺はディスしたら言うよ。私なら少し苦手です。じゃあ俺がこの場でよ、少し苦手だったわっつったら、うわ、そういうこと言うんだ。相手ってなるだろっつってんの。どう転んでもなるだろっつってんの。わかる？わかる？じゃあなんでのんたんにバレるの？何バレるのって。だから違うんだよ。俺はまずくても彼女の飯食い続けるから。そこが違うんだよ、カレンさん。俺はまずいとかうまいとかじゃないの。俺はまずくてもいいんだよ。俺は彼女が作ったものが嬉しいから。まずくても食うんだよ。黙って食うんだよ。わかるか？そこが違うんだって。うまいとかまずいじゃないの。作ってくれた人には感謝して食うの。俺は食う。いいよ、別に。彼女がかけてくんなら出ますよ。別に普通のリスナーさんでも出ますよ、僕は。どんな意見でも出ますよ。断りませんよ。出るよ、俺は。出ますよ。配信者ですから。いいよ、かけてきて文句あるんならかけてこいよ、じゃあ。かけてこいよ、じゃあ。
どこが間違ってんのか具体的に言えよ。俺別に逃げる気も隠れる気もねえよ。誰の意見でも。ただ今回はおかしいでしょっつうの。俺悪いことしたか？はい、LINE ID ね。いや、まずいものは食うよ、俺は。それは愛だから。それが愛じゃないの？それが愛なんじゃないの？違うの？それが愛なんじゃないの？俺はそれが愛だと思うよ。わかる？それが愛でしょ。うん。家庭なんか崩壊するわ、そんなもん。だったらトラブルになるぐらいだったら作るなっつーの。うん。別にコンビ弁当でもいいから。うん。いや、まずいかうまいかは言ってねえっつーの。いや、違う人もいるんだったら、だったら、だから別に古代は俺のこと否定したわけじゃん。それはねえよ、ワドって。それを具体的に言わないと。別にねえならねえでいいから。別にねえならねえ。だったら古代はどういうリアクションが欲しかったのっつってんの、俺は。さっきから否定しかしてねえじゃん。違くねえかっつってんの、それが。春巻きの話題を配信に乗っけたことだったら俺言ったでしょ。だからのんたんが俺が配信中に、まあ、配信中に LINE が来たの。のんたんの春巻きは元カノの春巻きと比べてもう作りたくないっていきなり LINE が来たのよ。で、配信中に彼氏が配信で飯食ってて配信をしてるのにそういうメッセージを送ってくるっていうことはもうふっかけてるわけよ。で、俺はこのネタネタにするんだったら上がればって、要はのんたんからふっかけてきてんのよ、配信中に。何度言わせる？だからまずいならまずいって言えってずっと言ってる？だから、それは違うっつってんの。まずいものをまずいって言うのは、侍としてダメなんだよ。侍として。さっきも言ったでしょ？豚肉さん作ってる人、ピーマンさん作ってる人、春巻きさん作ってる人、いっぱいいるんだよ。一人の料理人がそれを台無しにしたところで、それをまずいっていう権利なんて俺にはねえんだよ。生き物にはねえんだよ。命を食べてるっていう感覚がないんだよ、そういうやつには。わかる？まずいで一言で片付けるのはダメなの。で、もしそれがまずいと察したんだったら、なぜうまく作ろうとしない？じゃないの。違う？いや、評価下がっても大事なところだから譲らないよ。はっきり言うよ。今俺が喋れば喋るほど評価下がっていくよ。うん。私は言ってもらって直したいから、いいよ、別に。ただ和道が最低だっつったことは覚えておけよ。うん。いいよ、俺は全然いいよ。言いたいこと言っていいよ。だからブロックしてないでしょ、どんだけ否定されても。だからそれ根拠あって言ってるっつってんの。なんで俺は生き方を否定されないといけないんだよ。本当に美味しい時はめちゃめちゃ言うね。めちゃめちゃうまそうに食うし、めちゃめちゃ言うんだよ。だからそれをノンタンは知ってるから、俺がノーコメントをした時点で、ある程度判断をしたんだろうね、俺の味覚のことを。俺はうまいうまいっていう食うタイプだから、また作ってとか言うタイプだから、うん、奥の絵こっちのやは俺、うん、髪切ったよ、うん、なんなん？だからなんかさ、感謝もしてアドバイスもするっていう、ここで言うってことは俺が感謝もしてないしアドバイスもしてないと思われてるじゃん。それが違うっつってんの。俺は彼女に感謝してるし。違うの。俺が怒ってるのは春巻きがまずかったとかうまかったとかじゃないの。ね？相手に対して自分が欲しいと思ったリアクションが取れなかったからって逆切れすんなっつうの。それは人間関係としてどうなのっつってんの。もうついてねえわ。ふざけんな。腹切り覚悟だよ。これでついてこれねえわ。もうダメだわっつうんだったら俺のリスナーなんかできねえよ。うん。俺だってリスナーに媚び売ってた方がいいだろうがよ。あ、ごめんね、俺が悪かったねって。ここは譲らねえぞ、この野郎。ここは譲らねえぞ。悪いけど。これは俺の生き方だから。生き方否定されたんだから。そこは断固戦うよ。俺は、ブレちゃいけないときはブレないから。戦わなきゃいけないときは戦うから。いいよ、別に嫌われてもこれで。なんだかんだ言って食べたし感謝も伝えたの、叩かれる理由がわからん。なんで叩かれてんのだから俺。俺だから彼女に春巻き冷凍庫に6個あるから捨てろって言われて絶対そんなことしねえよっつってんだよ。しねえわ、そんなこと、うん。だからこんなんで手のひら返すぐらいだったら俺は
囲いな、だから囲いはダメっつってんの。うん。いやー、徹底的に語るよ。もう徹底的、これで、マジで、ぐだぐだ言ってくるやつ全員言うよ、俺。これが1万人になろうが、100万人になろうが、ずっと言ってやっかんな、この野郎。絶対忘れねえかんな。絶対忘れねえよ。俺はここはスタイル崩す気ねえよ。どんだけ敵作ったとしても。だから怒ったんだろうね。それで怒るのってどうなの？それで怒るのどうなの？って言ってんの。俺はそこなんだよ。望んでる評価じゃなかったら、これが囲いがあんじゃ、そうだよ。これだよ。俺はここ正念場だと思ってるよ。ここでブレたらダメだよ。うん。相手への思いやりじゃないよ。作ってくれた人への感謝の。俺は男でもそうなの。男でもそうなの。初見さんいらっしゃい。俺はこれは彼女だからじゃないの。わかる？要はね、彼女は料理人としてじゃないの。一彼女として料理じゃないの。彼女が怒ってるの、元カノに対して怒ってるんですよ。わかる？要は元カノと自分を比べて、元カノの方が美味しかったんでしょって怒り方をしてんのよ。それは違くねえかっつってんの。男と女が付き合うことによって。彼女はそれを美味しいと思ってるかどうか、彼女のツイッターに聞いてください。わかる？俺は嘘をつきたくないの。嘘をつくぐらいだったら黙ってたいの。三時のママさんいらっしゃい。事案、いや、揉めるでしょ。これは揉めるよ。揉めますよ。うん。一時間経過。ああ、ありがとうございます、花火。うん。あやかさん、花火ありがとうございます。じゃ、いいの。いいの、別に。評価は別にいいの。評価は別にいいの。欲しくてもいいの。いいの、別に。そんなことは。そんなことはもう流せばいい問題だから。俺が耐えてればいい問題だから。そう、俺は、ここにいる全員が和道がやっぱ正しいわって言うまでやめねえかんな、ほんと。この話引っ張るかんな。お前らが全員やっぱ和道正しかったわ、ごめんって言うまで、お前らが、言うまで、俺は辞める気ねえかんな、この野郎は。いや、頑張ってくださいじゃねえよ、この野郎。おかしいだろ。いや、これは、だから、物、ことなかれ主義日本人が大嫌いなんだよ、俺は。うん、違うね。過去の動画が得られる以上過去は消えない。そこを理解したいノンタンのせいにしちゃダメ。違うね。俺は選べないんだよ。俺は配信者としてどっしり構えてんだよ。俺は配信で食って食ってずっと言ってんだよ。それを選んだ者にはそれを受け入れないといけないんだよ。だろ？俺と彼女とリスナーが何回喧嘩したよ。俺だけどリスナーの側にも彼女の側にもつかなかったぜ。うん。わかる？やるんならとことんやれっつってんの。うん。彼女もリスナーも。何回やった？それで離れたリスナー何人いた？それで離れなかったら本物の和道リスナーだし、それで嫌にならなかったら本物の彼女だっつってんの。うん。だから配信にとって不利になるようなこと何回もしてるでしょ？彼女。でしょ？でも俺は彼女の側につくでもなくリスナーの側につくでもないよ。キレゲーじゃねえわ。キレてんだよ。餃子は？俺餃子嫌いだから、うんうん、ありがとうは感謝伝えることで大事な言葉だと思うよ、うん、俺はありがとうって言葉は大事だと思うけどね、うんうん、いいんだよ、まずくてもいいんだよ、俺はまずくても歴史だと思うから、別にまずかろうがうまかろうじゃないんだよ、
彼氏のご飯を作ってあげたいっていう気持ちが素敵だと思わない？手作りのもの、だってレンチンでさ、いくらでもごまかせるじゃん。うまいものなんて腐るほどあるから、安くてうまいものなんて。そうじゃなくて健康のことを考えてとか手作りでっていう考え方が素晴らしくない？なぜその素晴らしい行為をした後全部ぶちまけるの？っていうのが起こってるところなの。うまいとかまずいとかじゃないでしょって。でしょ？いいんだよ、それで。俺は別にまずくても食い続けるよ、文句一つ言わず。仮にまずかったとしても、仮にうまかったとしても。俺は別にそこ否定してねえわ、料理作ってることに関して。こんなリスナー、今のスタイル離れてくよ。離れてくだろうな。離れてくけど、こんなんで離れてくんだったら、終わりですよ。ここで、支持してくれるんだったら長い付き合いができますよ。うん。それでいいですよ。器用なタイプじゃないですよ、もともと。だけど、男にはね、絶対に譲っちゃいけないところがあるんだよ。男には絶対譲っちゃいけないところがあるんだよ。うん、水餃子なんて全然好きじゃねえわ。じゃあ、女とか男とかじゃないんだよ、これは。女とか男とかじゃないんだよ。俺はこういう生き物だよしか言えないんだから。うん、俺はこういう生き物なの。それで好き嫌いって言われちゃう商売なの。俺のこと嫌いな奴なんて5万といるよ。数え上げたら気にねえよ。違うんだよ。それでも好きって言ってくれる人を大切にすることしかできないの。何かっこよく言ってんだよじゃねえよ。それ正論だろうがよ。配信で有名になるっていうことは敵と味方を同時に作るんだから。逆に言ってみ、中途半端なことばっかり言ってるやついっぱいいるだろう。当たり障りのないこと。ど、ファンも味方も敵もいねえじゃねえかよ。だろ？いいんだよ、極端で。極端で何が悪いんだよ。いいんだよ。俺は味方を大事にするだけだよ。うん。それが俺の生き方なんだよ。いいよ、それで嫌いなら。春巻きの、俺が春巻き食うために発狂しろよ、この野郎。春巻き食ってる時以外はおとなしくしてるけど、春巻きを俺が食ってる配信したら、お前らてめえ、今日同じこと言えよ、この野郎。許さねえかんな、同じこと言わない。それ以外は別に、もう、それはそれ、これはこれ。だから俺は古代の人格を否定するつもりもない。大事なファンだから。ただてめえ、春巻き食った時に噛みついてこなかったら、古代はお前許さねえかんな、この野郎。そういうことだよ、俺が言ってんのは。春巻きの時だけはてめえ、この野郎だよ。いや、俺は頑固ですよ。俺は頑固ですよ、正直。別に囲いたい時に囲って、囲いたくない時は囲わなくていいんだから。春巻きの時はてめえら噛みついてこいよ、この野郎って。逃げんなよ、春巻きこっちが食ってる時は。こっちが春巻き食う時は、こっちもこっちで用意してくっからよ、いろいろ。いや、春巻きの時は戦争だよ、マジで。うん、俺は譲る気ねえよ、うん。いいんだよ。それはそれ、これはこれだから、うん。春巻きの件に関しては俺は根に持つよ、はっきり言って。ああ、来いよ、この野郎、うん。春巻きごときで逃げてねえよ。春巻きと戦ってんだよ、俺は。多分ね、今日春巻きの売り上げすごい上がると思うよ。うん、和道リスナー限定で春巻きのツイートがすごいよ。明日の昼、夕方あたりね、春巻きツイッターがなんかね、あのツイッターで和道のリスナーだけね、春巻きが写メが上がる、すごいことになると思うよ、なんか50人ぐらい春巻き食ってんな、みたいな。ハッシュタグ和道春巻きだよ。いや、絶対食うよ、こいつら。ステマだよ、ステマ。春巻き食べたくなるんだよ、そう。で、お前らも家でやれ。家で手作りの春巻き作れ。うん。作って、揉めろ。揉めちまえ。うん。春巻きだろうね。明日は春巻きすごいよ。50人は春巻き食うと思うよ。いや、絶対食うと思うよ。それが配信者の力だから。手作りの春巻き作れよ。逃げんなよ、お前ら、セブンイレブンに。許さねえかんな。うん。ダメだよ、手作りだよ。いや、許せないな、ほんと。これは確執が生まれたよ。ノンタンと初めて確執が生まれたからね。うん、明日買うだろうね。うん、だから、でも、ブレてないでしょ。
でもブレてないことの証明だよ、これは。これは何かっていうと、これよく話するんだけど、本当に相手のことを愛してるんだったら、何かをプレゼントしたり、何か良かれと思ってやって、相手のリアクションが悪かった時に文句を言うっていうのはないよって俺配信でずーっと言ってたでしょ。それはただの欲望だよって。欲望に駆動されてるから不幸になるんだよって言ってたでしょ、俺。その話聞いたことあるでしょ。何か手編みのマフラーで良かれと思って相手が喜ばなかった時に、それでも嬉しいって思うのが愛だよって。どう？まさに言ってる通りでしょ。普段言ってることとやってることが全然ビタビタに一緒でしょ。ロンタには台所立たせませんよ。立たせませんよ。我が家の台所は。そう。無償の愛以外は愛じゃないんだよ。それは欲望に駆動されてるんだよ。それは欲なんだよ。どんなに金かけても、どんなに愛情注いでも。それが戦争を起こす引き金なんだよ。だから、いいことっていうのは、見返りを求めずやることなんだよ。ただ単にやるの。相手からありがとうとか言われなくてもいいの。ただやる。ただやる続ける。むしろ罵声浴びててもやってるのが本物だと思ってるから、俺は。キッチンには立たせないよ。うん。っていうのは、料理を作る人としての資格がない。そうじゃない？料理を作る人の姿勢じゃないんだよ。でしょ？料理を作るってそういうことじゃないから、俺にとっては。立たせないのも愛情だよ。それはノンタンとの関係をより良くしたいからでしょ。揉める火種を作る必要がないんだよ。いや、本当だよ、これは。ミミッキュー。本当よ。大事なことだよ。苦手だったり喧嘩の種になるようなことはもう根こそぎ排除するから、俺は。和道様、私が悪うございました。私は料理を和道さんのために作りたいと思っております。あの時はどうかしてみました。どうかお願いします。台所に立たせてくださいっていう文章が届くまで俺は立たせないよ。そこまできっちり詫び状を書いて、初めて検討レベルだから。じゃあちょっと時間ちょうだいっていう。そこまででしょ。そこまでのレベルだと思うよ、これは。いや、書面でしょ、これは。いや、これマジの話だよ。いや、愛だよ。うん。そうじゃないの。いや、そういうことでしょ、まず。ん？なんだ？リスナーから来たぞ、なんか。春巻きを？なんだてめえ、誰だこの野郎。誰だおめえこの野郎。春巻きをまずくても美味しいって言うのが男。なんだこいつ。おめえ誰だこの野郎。かけてこいよ、とつ。ふざけんじゃねえよ。誰だこいつ。春巻きをまずくても美味しいって言うの、それが男とか言ってよ。誰だよ、おいこれ。おい誰だ春巻きの画像送ってきたのよ。おめえ誰だよ。おめえかけてこいこの野郎。なんだおめえ、汚ねえぞお前。誰だお前。かけやがってよ。誰だよお前。かけてこいよこの野郎。もう徹底的にやってやるぞこの野郎。誰だお前。かけてこいこの野郎。誰だ春巻き。何が春巻きだよこの野郎。何が男だよ。どこが男なんだよそんなのよ。逃げんなよこの野郎。まずいもんをまず美味しいって言うのが男だと。ふざけんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ。どんな態度だよ。料理作る人間かそれが。あ、ふざけんじゃねえ、この野郎。誰だ、おい。誰だ、かけてこい、この野郎。ああ、ふざけやがってよ。ああ、おい、誰だよ。ふざけやがってよ、マジでよ。なんだ、この野郎。マジで。まずいものを美味しいって言うのが男なの。それが男なの？ねえ。はぁ？はぁ？ふざけんなよ。なんだそれ？なんだそれ？何が男だ？ボケ。アホか。どんな男だ、そんなもん。誰だよ？
誰だこいつ、マジで。ふざけやがってよ。誰だお前。何が男だよ。まずいものをうまいって言って。春巻きの画像までよこしやがってよ。しかも手作りの春巻きでよ。腹立つわ、本当に。古いよ。古いじゃないよ。そんなの間違ってるよ。そういう男が浮気するんだよ。わかるか？そういう男ほど女をとっかいひっかい浮気するんだよ。これ本当だから。まずい春巻きをうまいって言うやつはモテるんだよ。わかる？でもね、信念がないの。ポリシーがないの。そいつのことどうでもいいの。自分に返ってくるリアクションがね、心地いいものだったら嘘もつけるやつですよ。そういうやつほど女をとっかいひっかいするんだよ。ふざけんな、この野郎。男じゃねえよ、そんなもん。女ったらしだよ、そんなの。そう。違う。まずいものをこう、ぐっとこらえるのが男。まずいものはまずいっていうのはガキって言うんだよ。男でも女でもない。ガキなんだよ、俺からしたら。まずいものを食った時に、ぐっとこらえて、ありがとう。渡辺謙ですよ。謙渡辺ですよ。くっ。ありがとう。そこで、あれですよ。長渕剛が流れるんだ。それでも、この胸に、せい！わかる？そうだよ。男の中の男ってそういうもんだから。ぐってこらえるんです。ぐっ。いや、正論だと思うよ。そう、女の喜ぶ顔見たいなんてやつは女ったらしなんだよ。そこに愛情なんかないよ。そこに愛情なんてないよ。うん。ないです。違う。絶対違う。意外と似てる。だって俺あれだもん。どんな曲でも、みんなが知ってるどんな曲でも長渕剛で歌うことができる唯一の配信者だよ。どんな曲でも長渕剛で歌うことができるから、うん。そう。すごい能力を持ってるから、うん。彼女や身内ならはっきり言うのが真の男だと思うが、まあ意見の、はっきり言うのはダメ、うん。俺は誰も傷つけたくないから。うん、誰も傷つけたくない。そう。誰かを傷つけるために、俺は春巻きが食う、春巻きを食うわけじゃないから。タバコ吸い切っちゃったな。美味しいって聞かれたら、だからノーコメントだよ。うん。仕方ですよ。って笑って。美味しいって聞いてみんな。美味しいって聞いて。俺が飯食ってるから。美味しいってコメント打って。コメント打てや！うん。遅えよ。あ、タイムラグか。ごめんごめん。あ、ごめんごめん。耐えられなかった。いや、もう無理。もう無理。もう無理。タイムラグの計算を間違えたから。もう無理、もう無理。もう無理。タイムラグを測りきれなかったから。もう無理。あ、もう無理、無理、無理、無理。もうそんな振り、遅い。振りが遅い。もう無理、無理、無理。無理。無理です。対応しきれません。油でベチってなる春巻きはまずいです。あれはね、温度ですよ。温度。高温でサクッと揚げないといけない。どうした？いや、卵さんどうした？いや、答えようか、だから。タイムラグの計算がバカになってるんですよ。最近1週間ぐらい配信をやってなかったから、タイムラグが計算できなくなってるんですよ。俺が思ってるよりもラグってたっていう話よ。いや、もういい、もういい。そういうこと。いやーもうこれ王引くよ、本当に。
いやだから、だからなんか違うんですよ、リリコばあさん。違うんですよ。ふわっち、ラグひどいね。許せねえな、マジで。許せねえな、なんかいろいろと。いや、もう許せねえわ、ほんと。久々に怒ったわ。久々に怒った。もう寝つけねえわ、こんなの。俺マジで酒飲みたいもんね。もうぐでんぐでんになって朝まで語りたいもん。許せねえよ、つって。違うんだよ、もう違うんだよ。もう春巻きがうまいとかまずいとかじゃないんだって、もう。なんでわかんねえんだよ。いや、いい配信だったよ、じゃねえよ。マジで。じゃあ、料理とは何なのかとか、もう生きるとは何なのかとか、人付き合いとかは何なのか、恋愛とは何なのかとかが、春巻きっていうものから、どれだけの可能性を感じた？どれだけ学んだ？どれだけ一生懸命生きてきたかっていう話だよ、もうこれは。春巻きっていう、春巻きは表面上の問題なのよ、これは。もっともっと深い話なんだよ。いやよ、いや春巻き、春バカか、お前よ。いや、ゲルゲル、おい。いや、バカ、お前。いや、春巻きっつってもよ、ああ。おい、ワド、おい。バカだ。なあ、ゲルゲ。まあ、そういうことだよ。要約したらそういうことだよ、そう、作ってくれる気持ちも嬉しいんだよ、あ、だってあれだよ。うなちゃんまん引退したとか死んだとか言ってんの、あれ全部嘘で。俺の中ではうなはいつも生きてるから。だからここに来たらうなちゃんまんに会えるからってずっと言ってるから、みんなに。そう、うなは死んでないよって。バカだね、おい、ワード、おい、見てるよ。俺はよ、ああ、いやまあ、配信やめたけどよ、ああ、ワード、ロムってっからよ。ケビ！で、今言ってるはずだから。そう。今、ちゃんまんは、大衆酒場で言ってるから。ゲルゲと電話してたんだ、うん、もういいんだよ、似てようが似てなくていいんだよ、そうそう、うなちゃんマン、うなちゃんマンの声聞きたくなったら俺にいつでも言って、いつでも俺に言って、うなはこの枠で生き続けてるよ、うなは死んでねえよ。ちょっと待って、今声聞かせてあげるから。ちょっと待って。ああ、久々に怒ったな。あのね、怒るっていうのはね、結構ね、ストレスかかるんだよ。本当に。お互いに。あれどこだっけな。ちょっと待って。どこ行ったかな。あれ誰だったっけ、あれどれだったっけ、うなちゃんマンの音楽どこだっけな。あれ、ブックマーク入れとけばよかったな。あれ、なくなってんな。怒るのは体力使うんですよ、そう。あとね、俺、これ、ちょっと、これ話したかった。ちょっと、話題変わって申し訳ないんだけど、あのね、怒るのは愛情があるから怒るっていうやつ、大嫌い。人をぶん殴るときに正論言うやつ、俺、大嫌い。怒る方が、殴る方が腕が痛いんだとか言うやつ。俺、嘘つきだね。偽善者だよ。ほんと偽善者。違う。殴りたいから殴ったんだよって言えよ。嘘つきが。殴りてえから殴ったんだよって言えよ。俺は本当にそう思うよ。俺そういうの大嫌いだから。おめえが殴りてえと思ったから殴ったんだよ。そうだよね。そう。大人ほど綺麗事言うから、ガキ殴るとき。暴力は暴力だから。そう。人を殴っておいた態度じゃねえよ。
そう。うん。人を殴るやつっていうのは、そういう汚いことするから。そうですね。うなの SE 集探してた。柴三郎さんいらっしゃい。そう。あ、三浦さんこんばんは。はじめまして。そう。怒ると叱るは違うけど、人を殴っちゃったんだったら、もう開き直るか謝れ。ごめん。殴ってごめん。でもその時言わないとダメ。ごめんって。つい手が出しまった。ムカついちまったって。あ、ありがとうございます。うん。ありがとうございます。じゃあ、久々にうなちゃんマンの声聞いて。うん。あれ？音出ねえな。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。いいね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、行って駆け切り。お願い。そこ優しさ持ってくれよ。よろしく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 お願いします。よろしく。よろしくお願いします。よろしく。よくお勉強してから来てください。マジで。女優やってもいいぐらいだよね。だから酒が無理よ。絶対あげないで。話ができないよ。誰がいいの？やべえな。これ1時間遊べるからね、このサイト。このサイトマジで楽しいよね。これ作ったやつ神だと思ってる。あ、知ってる？ LINE スタンプ俺仕事で作ってるじゃん。LINE スタンプ稲子とかうなちゃんマンとかあるの知ってる？うん。知ってる？うなちゃんマンとか稲子の LINE スタンプあんだよ。緑さんとか。でも勝手に作られてんの。有名配信者。あれ見た時に笑ったよね。うわー、小遣い稼ぎ半端ねえなーと思って。リスナーや仕掛けるなーと思って。うん。ちょっと、でもね、俺はね、もう、今だから言いたいんだけど、ちょっと、彼女に文句言っていい？なんかね、放送を使って彼女に文句言うのは暴力だと思うけど、ちょっと彼女に文句言っていい？彼女に文句言っていい？缶の開け方できますよ、全然。闇将軍逮捕はありますね。俺は前から言ってるけど、半年後って言ってるから、確実にあれは逮捕案件ですね。忘れた頃にやってきます。言っていいっすか？ちょっと。あのね、1時間引っ張ったわけじゃん。無理があると思うんだよ。俺は、のんたんのことずっと待ってたね。俺は、のんたん見てたら手挙げて。ちょっとのんたん見てたら手挙げて。俺は、なんでこんな春巻きの話題で1時間も2時間も引っ張ったかって言ったら、ここで、のんたんが手作りの春巻きの食材を持って、ただいまっていう、最後の、この、のんたんが、ごそっと春巻きを持ってくるっていう、絵をずーっと想定してたんだけど、のんたんは、ずーっと、本当にディスられてると思って、こうやって俺の放送をずっとロムってたんでしょ。俺の壮大な振りを回収しに来ないのんたん。そこが一番問題だと思うよ。俺は。ここで、数々もう台所には立たせないとか、その、春巻きがどうのこうのつってディスり続けてきたのに、ここでのんたんが、ただいまーって言って春巻きを持ってきて、春巻きをめちゃめちゃ食うっていう面白いこの壮大なファンタジーを1時間半、ずっと俺は一人で戦ってたわけじゃん。わかる？もう春巻きとかどうでもいい話題で、まあ正直言うとうまいっすよ、あの春巻き。全然まずくない春巻きなのに、自分からネタを仕掛けておいて、ここが、俺は、ちょっと残念ですよ。うん。あなたが作ったネタに対して、俺は全力でガソリンを投下して、火が消えないように、こう薪だのガソリンだのさ、こう、ずっと、こう、蓄えてたわけですよ、もう。もう、そして、もう、うなちゃんマンの話題になって、もう、灯火ですよ、もう、春巻き。灯火になっちゃったから言うけど、今日ものんたんは来なかったよね。うん。そう、頑張ってたのに。のんたん早く来て！セブンイレブンの春巻きでもいいのにって思ってたのに。早くのんたん来いっていう。もう持たねえぜって。だからあれだよ。ドラゴンボールで言うところの、悟空の帰りを待つ、Z 戦士たちの気分が分かったよね。気づいたらもうピッコロさんしか残ってないみたいな。これやばいぞっていう。
リスナーで2、3人マジ切れしたやつもいるのに、そこを顧みず作ってたのに、ね、うん、残念だったわ。配信者の彼女はやっぱそこで春巻き持ってきますよ、やっぱり。うん、振りだけうまかったっていう、ね、振りだけうまかったけど落としどころが全然なかったっていう、うん、残念だよ、ね、でもね、ここがやっぱ配信者なんだよ。配信者だったら 100% 春巻き持ってくるんだよ、ここで。振りっすねーって、先輩振りですねーってゲスな顔して春巻き買ってくるよ、うんうん、ビビってたんだろうね、多分。和道さんマジギレって思ってたんだろうね。どうしよう、和道さんが怒ってるってのんたんは思ったんだろうね。はわわわわわどうしようどうしよう、うん、まあリアルに3人フォロワー減ったかんね。リアルにただリスナーが3人減ったかんね。残念でーす。水くんできます。まあそういうこともあるよね、うん、これでのんたんがまた配信者の彼女として賢くなったんだ。のんたんのツイート、のんたんのツイッター見てみようか。もういやでも手に取るようにわかるけどね、のんたんのツイートは減らってるんだと思う。お母さんが亡くなってからお父さんと弟のご飯を作っていました。いつも美味しいって褒めてくれていました。私の料理はお母さんの味。家だけど家庭の味だから、家庭料理の味の違いはしなかったのですね。出来たての温かい料理が愛情だと思ってました。でしょ?俺がもうのんたんこれ以上は限界だろうなっていう絶妙のタイミングでしょ?あ、もうのんたん来ないな。あ、のんたん春巻きの振り分かってないな。あ、そろそろ減らるな。自殺配信始まるなっていうこのタイミング。うん、そう。のんたんはリアルに傷ついただけだったっていう。うん。あれだから。うん。誰かが傷つかない笑いなんかないから。誰かが傷つかない笑いなんかないんだよ。配信者の彼女になるっていうのはそういうことだから、うん、笑顔が戻ったじゃねえよお前。1時間切れる配信とかねえだろ。あのね、これ覚えといた方がいいよみんな。あのね、いや飲んだら減らるよ、結構繊細だから。あのね、あ、花火ありがとうございますドラゴンさん。あのね、これよく覚えといた方がいいよ。これ名言で先輩の経営者に教わったんだけど、人間の怒りは5分持たない。これをね、すっごい人生の教訓になるよ。そう。人間の怒りって5分絶対持たないって言われてんの。そう。怒るのってね、ストレスがかかるから。だから、5分待つんだよ。もしくは3日待ってごらん。意見変わるから。これが人間の怒りの本質なんだよ。ドラゴンさん、花火ありがとうございます。そう。その怒りに対して怒りがぶつかるともう続いていっちゃうんだけど、怒りっていうのはね、感情として持たないようにプログラムされてんの。花火さん、花火さんじゃねえ。ひでえこと言ったね、俺。リスナーさんに対して、花火さんって言ったから。最低なやつだよね。あ、花火さん、花火ありがとうございます。花火さん、仕事サボるありがとうございます。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、5発ね、13、ありがとうございます。10、15、16、17、18、19、6発ね、20、21、ていうか腕太くなってるよな。22、23、ちょっと待ってね、腕見て、腕やばいからもう見た目出し7発かな今、7発かな、7、24、46、42、25、26、8、
24、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 24
よね、三女さん。やばいよね、腕。三女子。三女子、九発。三女六。ああ三女子。三女八、十発。三女九。四十。十発だから六十回だから、あと二十回。ありがとうございます。一回。起きた。二回。三回。四回。五回。六回。七回。ああ八回。12発で9回、10回。ありがとうございます。12発で。11、ああ !12、ああ !13、ああ !14、15、ああ !16、6キロ、17、ああ !18、19、ああ !20。あと2発だから、12回。いや、これだって、あれだよ、正月なんか500回ぐらいやったんだぜ。超太くなってっから。俺もともとガリッガリだったんだから。いや、もっと腕太くして、ベルセルクみたいになる。よし。いや、早くだろ。1回。2回。3回。4回。5回。6回。腕た、ちなみにスクワットの月間の時は1800回やったよ。8回。9回。いや、体鍛えた方が T シャツ似合うよ。10回。11回。12回。ありがとうございます。太もも見る?それが、あれなんだよ。太もも1800回やって、太もも超筋肉の鎧になったんだけど、いや、スクワットだったの、もともとは。で、太もも細くなってきたんだよね、旦那。これ6キロ、6キロ。太ももを見る。やばいよ。腹こんな感じでボヨンボヨンなのね。うん。だけど、太ももと腕だけね、なんかね、すごい鍛えられてて。下半身バッキバキよ。ほら。これが1800回やった太もも。やばいっしょ。だから太ももとね、腕だけが鍛えられてるっていう変な体になっちゃったんだよ。やばいっしょ、太もも。うん、そう、太ももだけ競輪選手みたいになっちゃったの。うん。よいしょ。そう。だから、この放送は花火が上がれば上がるほど、和道がマッチョになっていく放送だから。腹は、ボヨンボヨンでいいかなと思ってる。腹筋はいいや。スクワットはだって1800回だよ、1ヶ月で。相当きついよ。1日100回ペースでやったもん。腕もさ、もう本当に細かったのに、マジで、太くなったもんね。え?腹、斜筋?腹斜筋?ん?うん。そう。パンチ力測りてえよな。太ももと腕、かなり筋力上がってるから、どれくらい出んのかやってみたいね。多分160キロぐらいなんだよ。お腹はいいや。面白くないじゃん。腹出てた方がいいじゃん。だから、北斗の拳で言うと、山の不動みたいな体になるんだろうね。なんか、デブ?筋肉?みたいな。喧嘩弱いよ、俺。喧嘩めちゃめちゃ弱い、俺。飲んだら減らってんのかな?大丈夫かな?握力は、ガキの頃から結構あった方だね。ガキの頃から。握力はね、40いくつあったよ。うん。やる?延長してやってみる?絶対できないから。もう30分。やるか。ちょっと待って、生卵持ってくるわ。ちょっと待って。冷蔵庫から卵持ってきたんだけど、これこうやって普通に握って本気でやるのよ。絶対割れないから。自然ってうまく作ってて、その卵ってやっぱ一番弱い生物なわけじゃん。だから潰れないようにできんの。無理でしょ?いくよ?本気でやるよ?クラッシュは確かもっと必要なんだよ。どっちだったっけな?生卵とリンゴどっちだったか忘れたんだけど。できなかったっす。これやってごらん?
いや、できるやつは相当握力強いやつだから。あれ、リンゴの方が楽だったっけな。なんかググったら出てくるよ。うん。いや、割れない割れない。本当に筋力ある人は割れないし、女の人じゃまず無理。生卵クラッシュ。そう。新しいフォロワーさん紹介します。何さんだ。本義さん、フォローありがとう。タバコ買いに行かねえと、タバコ切れちゃった。本当に何でも知ってるね。だからいつも言うんだけど、知らなくても生きていける情報を俺は知ってるよ。知らなくても生きていける情報をいっぱい持ってる。そういうのって楽しくない？俺すげえそういうの好きなんだよ。なんか、そうそう、雑学っていう。やっぱ雑学は面白いよね。割れなかったでしょ？割れなかったでしょ？嘘だって思うでしょ？うん。そうなんだよ。割れないんですよ。うん。すごいよね。だから、生物ってやっぱすごいんだよ。卵ってデザインとして。デザインの凄さってそこなんだよ。あのね、デザインっておしゃれに見えるからっていう意味じゃないんだよ。本当のデザイナーって機能的なんだよ、やっぱり。で、やっぱ神様ってデザインの神様なんだよ。すごいんだよ、神って。俺は、だから本当、その、なんだろう、デザイナーとかさ、クリエイターとか、創造主って言葉でしょ。神なんだよ。だから、俺はよく言うのは、だから、その神様はいるんじゃなくてあるっていうのはこういうことなの。卵の中に神が宿ってるんだよ、やっぱり。その、これを作った本能みたいなもの。あ、無理だった、やっぱり。うん。これできるやつは相当だと思うよ。なんか80キロだか100キロだか60キロだか忘れたんだけど、相当な握力あんだよね。卵、クラッシュ、握力。スポーツ苦手。生卵を一般人に握りつぶすことは不可能。どれくらいの握力だ？書いてないね。割れなかったでしょ？そう。やっぱね、デザインって機能なんですよ。三つの要素がある。アーチの構造、パスカルの原理、心理的ブレーキ。今年一番驚いた。お前ら大変だな、生卵握ったり明日春巻き食べたり。こう考えると、だからテレビっていうのがいかに、メディアっていうのがいかにってわかるよね。その人気番組作って発掘、なんだっけ、あるある大辞典とかさ、次の日スーパーから卵が消えたりするわけじゃん。だからこうやって大衆って、なんつうの、コントロールされてるんだなっていうのはよくわかるよね、メディアとか。うん、ステマってやつか。卵立てられるのなら知ってる。なんだっけ、コロンブスの卵だっけ、うん、そうそう、コロンブスの卵ってさ、あの、卵をガーンって割って私はこうやって立てるってドヤ顔するって有名だけど、卵って意外と生卵の状態でも立たないっていう風に言われてる例えなのに立つんだよ、あれ。卵って意外と立ちやすいの。そんなに難しくない。納豆消えるもんね。やってみたわ、割れない。割れたらアスリートだよ。本当に握力鍛えてないと無理。
腕でもムキムキになりたいな。もっと丸太みたいな腕になりたいな。角田みたいになりたい。角田みたい。角田の腕かっこよくない？パソコン何台持ってんの？パソコン今持ってんのは2台だけど、ほぼ壊れちゃってるからな。うん。MacBook Air と、こう、彼女から借りてるパソコンかな？うん。ウィリーさんいらっしゃい。割れないっていう発想がなかったからびっくりした。意外と知らない人多いんだよね。うん。意外と知らない人多い。あ、でもさ、雑談でこのままずっと続けてくっていうのができるかね。うなとかずっとやってたわけでしょ、家配信を。なんかもうあそこまで行くと芸術だよね、本当に。なんつうの、なんて言うんだろう、飽きる。あー、やり方教えてあげようか。じゃあ答え合わせしようか。やる？今。スプーンの曲げ方やる？今 MacBook Air じゃない、レッツノート。うん。スプーンの、誰でも女の子でも曲がるスプーンの曲げ方やろうか、じゃあ。できるよ。教えようか。ちょ、待って、持ってくるわ。雑談が一番いいんだ。 YouTube でも見ても、まあ、あの100均で売ってるぐらいの厚さのスプーン用意して、でここの長さがこれくらいないと無理だから、いや一般的なスプーン曲げのスプーンね。でここの厚みがまあ普通ぐらいのでいい、うん、でまあ曲げ方教えないで言うけど、まあここをこうやって持ってください。左手でって言って。で、こうね。で、まあ、種も仕掛けもないですよってやるのよ。で、触ってもらって、ああ、仕掛けないね、とか。うん。で、まあ、力では曲がりますよね、って。力で曲げるのは誰でもできるから、正直。ただ、ここで心理トリックを入れて、人差し指でこうグリップしてくださいと。で、ここに力を入れるのが重要なんですよ、って。だから、ここ二つ力持っても折れないでしょって。だからここを印象付けるの、まず。ここの二つをこうしっかり持って、ここに力を入れてください。で、こっち側添えるだけですよって。で、曲がった後のイメージをするんですよっていうトークを入れるの。要は、ここをグリップするのは自然ですよ。ここを添えるのは自然ですよってやると。で、ね、みんなこう引っ張っても曲がらないでしょって言うでしょ。絶対曲がんないよって。要は、ここで錯覚を起こさせんのよ。だけど簡単なんです。曲がったイメージっていうのは後に終わったらこうやってやって、曲がれ曲がれ曲がれ、曲がった曲がった曲がったってやるとこうグイーって曲がりますよって。っていうのが、その言葉とかを巧みに使っていくんだけど、そうすると曲がるよっていうことをまず見せるんだけど、これは簡単でテコの原理。パワーで元に戻すよ。うん。いや、これ簡単。女の人でもできる。コツ掴んだら。これは本当にテコの原理で、支点力点作用点で、ここ支点かな？うん。はって。そう。ここをこうやってグリップするのよ。で、ここが重要なの。ここは曲がるポイント。で、一番重要なのはここ、小指。小指とこう持つグリップ。ここは添えるだけでいいんだけど、本当に。一番重要なのはここなのね。一番下に、ここ、こことここ。こういう感じね。だからこれでもできるんだけど、こう持って、こう引っ張る、こっちの方に力かかるんじゃないのよ。こうやってやった時にみんなこっち側に引っ張っちゃうの。そうじゃなくて、下に押すの。こう持ったら、こことここで、これでもできると思うんだけど、下に押すとこうブイーって曲がんの、スプーンって。押す感じ、下に。それを勢いでやると絶対曲がる。うん。やってごらん。
こう持って、こう持って、こう持って、下に、こう、下に押す感じね。グイって。だから力いらない、実は。人間の力だったら絶対曲がるようにできてんの。わかる？あ、みんなスプーンやってコメント打ってねえわ。生卵握って、春巻き明日食べようと思って、今度スプーン両手でやってるから誰もコメント打ってねえ。バカばっかりだもん。超能力ない。だから視点力点作用点よ。簡単に言うと。みんなスプーン握っちゃってるよ。かわいいな、俺。あとは、まあ、有名な方法とかだと、こう、スプーンをこうやってやるでしょ。で、こうやってスリスリするって知ってる？こうやってやっていくと。知ってる？このやり方。うん。こうやって、スリーってやっていくと、こうやって曲がっていくっていうの。知ってる？うん。どのスプーンでも可能。まあ、ある程度柔らかかったら可能。うん。逆に曲げるっていう方法なんだけど。うん、これも有名なやり方だね、うん。できた人、曲がった？人間たも簡単でしょ？意外と。多分ね、あやかできたでしょ？そう。超簡単なんだよ。これでコツ掴んだら、あの一発芸とか宴会芸とかで、100均のスプーンが一番いいと思う。程よく硬くて。できたでしょ？だからコツなんだよ、コツ。曲がるでしょ？うん。こうやってやって、練習しておきな。そしたらもう、あとはトークの仕方だから、ここにこうやって持って曲がったイメージの時っていう、その、なんつうの、自然なトークってあるんだよ。メンタリスト大吾っていうのはマジックとその心理誘導を巧みに使ってるっていうのがすごい上手い。だから大吾がよく見ないで、あ、何々を今持ってますね、何々ですね、赤を選んだ、赤、赤じゃなくて緑、緑じゃなくてこれだからこれですってやるじゃん。あれは、あの古典的な昔からあるマジックのテクニックを応用したやつで、あの、お尻とか、アナルとかにバイブを入れておくの。で、すっごい小さいセンサーが入ってるの。だから、赤を持ち上げるとブルルって震えたりとか、青を持ち上げるとブルルルルって震えたりとか、緑持ち上げる。だから答え分かってんの、簡単に言うと。アナルとかポケットとかに入れて。だから、必ず大悟がやるときって席を立つの。要はその振動音を聞かれないために、あ、じゃあ僕見えないように向こう側立ちますねって絶対やってるから。もう、だから、なんで立つのかとか全部仕掛けを分かったら、まずトリックは全部見破れる。子供の頃から有名だから、あれ立ったっていうのはセンサーの音聞かれたくないから。あれ古典的なマジックなの。そう。大悟の、だから何々っていうのは全部センサーで振動で音で伝わってんの。潰れなかった。家族同じ卵で。うん。そう。だから、そう。それ本当だよ。あの、マジシャンだったら全員知ってる。有名な、あの、なんつうの、古典的なマジックなの。どちらかっていうと。でも言われてみれば、ああ、だったら絶対当たるわって、わかるでしょ。うん。な、ま、でも、大悟の面白いところっていうのは、それを心理誘導だっていうトーク術がすごい上手いの。大悟はもともと言ってるよ。あの、メンタリストっていうのは、その、なんつうの、マジックとの応用ですよっていうのは、言ってる言ってる。大悟トリックだよ、あれ、全然。むしろ、だから、その、簡単なトリックを、その、メンタリストだっていう盲点を作るのが上手いのが、メンタリストの上手いところは。そう。よくよく考えたら、昔からあるマジックを、トークの話題変えてるだけなんだよ。心理誘導だとばかり思ってた。心理誘導でもできるんだけど、外す確率が高いの。で、テレビで 100% 当てるっていうのは不可能なんですよ。コールドリーディング、ホットリーディングだと。絶対外さないっていうことは絶対仕掛けがあるっていうふうに疑った方がいい。だから俺は疑って、その、あれおかしいっていうのに気づいて、挙動がおかしいことってマジシャンあんの。絶対不思議な動きをして、僕必ず立ちますねって、必ずやるんだよ。あれ、椅子を後ろに向くだけでできるんだけど、テレビって隣の視聴者に近いでしょ。だから、あ、ここに仕掛けがあるなと思って。で、マジシャンとかに聞いたら、あ、あれ古典的なマジックだよって、あ、やっぱり、と思って。そう。あの、小さいセンサーと、そのお尻の穴に、その、受信機入れて、バイブレーションするだけだよって。だからそのセンサーの音多分聞かれたくないんだろうなっていう。ホリエモンババ抜きも仕掛けある。何それ、ホリエモンババ抜きって。うん。大悟何度も失敗してるよ。大悟失敗してるの見たことないけどな、俺。本当に？あの人は全て科学で証明できる。そう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 。うん。なんでトリックが分かったの？だから、俺はトリックがないものなんてないと思ってるから、世の中に。うん。ホリエモンのやつすごかった。
ホリエモンのババ抜けは見たことないな、俺。うん。ババ抜きでババを絶対引かない。あー。最後笑っていいと思う。何回も失敗してるの見たことある。あー、そうなんだ。へぇー。じゃああれじゃん。電池入れ忘れたとかじゃないの。バイブの電池が切れたとか。そういうことなんじゃないの、わかんないけど。それか、そろそろ失敗した方が、いいなって心理的に分かったとかそういうことじゃないの、分かんないけど、ババ抜きでババを絶対引かない。何枚ぐらいのカードで何パターンから。いや、バイブの電池が切れたとしか思えないけど、俺はダイゴはミスしないよどっちだよ、うん、あ、5枚か、5枚。まあ、トランプのトリックのネタだったら、トランプ、そのマジック用のトランプって、花火のマークみたいなのがあったら、その花火の一かけが欠けてるとかそういうのあるんだけど、スプーンの先落とすトリック。ああ、スプーンの先落とすトリックってどういうやつだ？スプーンを、さっきの曲げ方じゃないやつってやつ？これで？こう、これだけで落とすってやつ？合ってるかな？これを触らないで曲げろってこと？これを。じゃあ、花火一発上がったら見せてあげるよ。花火一発上がったらこれに触らないで曲げてあげますよ。うん、失敗するときはわざとしてるって言ってた。あ、まあ、それそうだろうね。うん、絶対やってるだろうね。うん、あずさんフォローありがとうございます。新しいフォロワーさんです。こういうの嫌いだよね、みんなね。花火一発上がったら何々するよっていうとき、和道リスナーって絶対黙るよね。フォークバラバラにやるのはさっきの応用。根元を切り離す？じゃあ、いいよ。花火なしでやるよ。ありがとうございます。なんかすいません。仕事サボるさんすいません。じゃあ、仕事サボるさんにみんな拍手してください。はい、すいません、なんか。ごめんなさい。なんかちょっと、ごめんね、なんか現金な話。冗談で言って、管を巻くっていうネタをやりたかったんだけど、お前らほんと現金だよな、とか言いたかった。はい、いくよ。OK。いきまーす。いきまーす。よいしょ。オッケー。まあこういうことですね、はい、ありがとうございます。ネタ振りありがとうございます。またスプーンが無駄になりました我が家からまたスプーンが壊れました。そう、スプーンがだからね、消耗が早いんですよ我が家、はい、スプーンがどんどんなくなっていくの、これをやらされるから、うん、うまいよねはい。まあ、こういう小ネタはいっぱい持ってますよ。はい。はい、ワド2マニアいらっしゃい。うん。そうそう。え、何それえ、何それって、これのこと言ったんじゃないの？違うネタ振りだったのに、俺、期待以上のことやっちゃったってこと？え、本気さんが言ったのは何それじゃなくて、これをやれって言ったんじゃないの？え、違かった？俺何？なんか、やりすぎた？ちょっと。やりすぎた？え、こういうことじゃなくて？うん。これは、プロ並みじゃんか。いや、これはネタがありますよ、ちゃんと。はい。え、こういうことじゃなかったのかな？引いた？引いちゃった？うん。ゲータッシャーだから。うん。春巻きどうだった？うるせえわ。うるせえわ。うん、その話終わったわ。うん、宴会で使える使える。うん、声出た。うん、まあ、ありがとうございます。なんか、いいリアクションありがとうございます。プロ並みのことをさらっとするから受ける。うん、まあでも、本当にトリックです。これは。トリックトリック。できると思わなかった。ああ、そうだったんだ。これは簡単よ。これは簡単。
いろんなマジックあるけど、一番難しいのはコインマジックとトランプマジックが難しいです。だこういう小ネタ系のやつやるっていうのは、だいたい仕込みがあればできるから、そんなに難しくない、これは。オーロラが出てた。オーロラじゃなくて。風船ありがとう。うん。メンタリストはどうになろう。俺はだからそう、メンタリスト大悟が言ってるコールリーディングとかホットリーディングの方が得意だから、逆に言ったらその、メンタリストの、その、なんつうの、心理誘導の方とかが好き。俺は。風船ありがとうね。これはだけど、誰でもできますよ。うん。そんなに難しくない。その、やることの難しさで言ったら、マジックって、技術的に難しいことと、それを悟られないっていう技術があるのね。だから、仕掛けを、仕掛けてるんですよ。いろんなことを。青さんこんばんは。仕掛けてるんだけど、それを仕掛けがいつ行われたか分かんないようにやるっていうのがミソなんですよ。それ、そっちの方が技術がいる。でもね、これ何が嫌だかっていうと、これをやるとね、リスナーが引いて、トークがやりづらくなるのよ。俺自身も。なんかその、マジックの凄さにトークが入ってこなくなるっていうのがあるから、だいたいこれやるの終盤戦だね。ホットリーディング、コードリーディングってどういうところで勉強したの？いや、そんなに難しい技術じゃなくて、朝原翔子もやってたんだけど、簡単に言うと、本人しか知らない情報っていうのを言い当てればいいだけなの。まず。占い師も宗教家も簡単なんだけど、ホットリーディング、コードリーディングの説明の前に、まず、その根本的なことを言うと、占いをなぜ信じるのか、宗教家はなぜ信じるのかっていうと、本人しか絶対知らない情報っていうのを、初対面で言い合ってたら、もうそっから先何言っても正解になるの。なんでかっていうと、過去のことを一個当てられるだけで、未来のことも全部当てるっていう風に勘違いしちゃうっていうのよ。で、じゃあだよ。これみんな冷静になってもらいたいんだけど、ね。自分しか知らない情報なんてある。まず第一に。自分しか絶対に知らないっていう情報ってあるかないのか。そう。で、ほぼないんです。ここがミソなの、まず。で、それを引き出すための技法として、ホットリーディング、コールドリーディングっていう技法が確立されてるの。要は、本人にか知らないとしか思ってない情報っていうのを言い当てる。で、面白いことに、占いに行くときを、俺の性癖。うん。だから、簡単に言うと、占いとか宗教勧誘って必ず身近な人が連れてくの。必ず身近な人が連れてくるんですよ。っていうことは、その人から情報が漏れてるっていうことを示唆してる。あと、有名な占い師で誰とは言わないんだけど、簡単に言うと、有名人を、ね、この日に取材しますって言ったら、1ヶ月後、2ヶ月後って必ずスケジュール組むの。大物。超大金持ち。で、その、なんで1ヶ月、2ヶ月前かっていうと、探偵5人ぐらいつけるから。探偵5人つけられてるって普段生活してたらわからないでしょ。芸能人でも。監視されてるっていうのわかんないじゃん。だからその2ヶ月間で起こったことで全部情報、ダダ漏れですよ。で、それをズバッと言い当てるだけだから。あんたどこどこ好きねー。って言えばいいだけ。うん。そう。では、下調べする方法っていうのと、その場の議題の中で、話の中で、リーディングしていくっていうやり方があるの。ちょっとトイレ行ってくんね。
さ、占い師のバジェット教えてあげようかな。占い師、コールドリーディングは下調べでしょ。あ、だから霊能力者っていうのは本当にはいるんだけど、ほとんどが技術だよね。うん、ほとんどが技術。逆に言ったらこういう技術を蓄えた人が霊能力者って呼ばれてるだけ。例えば、占い師っぽく話してみようか。うん。占い師っぽく話すと、あーって、やろうか。占い師っぽい話。大変だったね。うん、っていうの。なかなか人に言えないよねって。まずオープニングは大体こっから。うん。わかる。まずね、確定してることが一つだけあるんですよ。あ、それはね、ホットリーディングです。青さん。冷静になったら、あ、和道の言った通りだって最終的になるから。本当はね、一番いいのはスカイプかけてきて誰かが、あの、悩みを持ってて占い師に行く人役をやってくれると、リアリティが出るんだけど、まあ相変わらず僕の放送はトツかける人がいないんで、うん。まず、確定、まず占い師のところに来る時点で確定してることがあるんです。悩みを持ってるっていうことです。これは絶対普遍的なの。うん。だから簡単。悩んでいたら言ってあげる言葉っていうのがあるの。うん。大変だったねって。誰にも言えなくて辛かったねって言ってあげればいいの。そしたら、誰にも言えなくて辛かったねって言った時に、ね、その時っていうのは絶対あることを言ってるのよ。要は、あ、おお、青じいさん久しぶり。元気？嬉しいです。来てくれて。青じいいらっしゃい。そう。大体例、うん、もう極端な話しようか。あのね、こう言えばいいの。人間関係って大変だよねって。大変だったねって。わかる。あのね、人間関係以外で悩まないから。言われてみたらそうでしょ。悩みって全部人間関係でしょ。これ意外とわかんないの。でしょ？だから、初めて言ってあげるの。ふーんってまずじーっと見んの。雰囲気だから。言い方じゃないの。雰囲気なの。しかも、占いに行くってことは悩んでるからなんだよ。で、こうやってやってあげればいいの。じーっと目を見て。わかるよってうなずくの。黙ってるんだよ、ここで。で、パーって上見て。ニヤって笑うの、ここで。って。大変だったねって。なかなか人に言えなかったでしょって。うん。まずここで大事な。そうすると、その人っていうのは、えって、まず疑心暗鬼になるの。そうでしょ？その通りでしょ？まずここで、え、この人本物かもってさせるの。こっからホットリーディングが始まるの。今度は、って。祖父方？母方？って。ほんとこんな感じだから。もう一回心がほどけていくと、そう。あとはもう、ほぼ当たることとかを言うのよ。そう、上見ながら笑うとかも技法なの。ちゃんとしたテクニックなの。要は自分に対して笑ってるんじゃなくて、あ、この人何か見えてるんだっていうことなの。そう。だから下を見たりとか上を見たりとか。そう。要は違うものと会話してる感を出すのよ。いや、だから俺占い師に論破したら、俺爆笑だよ。イオンショッピングモールセンターの占い師に行って、1000円払って冷やかしに行ったの。で、ここで、はい、これ言うでしょ。はい、これって言ったら、その占いのおばちゃん何やったかってさ、あんたちょっと待って。あんた本当に待って。別の話するから、お金いいって言って1000円返して、マニュアル持ってきて、あなたね、日本占い師協会っていうのがあってね、これめっちゃ儲かるからってって、あんた登録しなさいってって、占い師の勧誘始めたの、その場で。これマジだよ。あんたすごいわっつって。あんたね、占い師の才能があるから、あんた、ここ登録しなさいってって、30万払ったら誰でもできるからってって。本当に勧誘されたことなんだから。うん。そう。そう。それくらい才能がある。だからね、詐欺師って言われてるけど、天性にそういうのがあるんだよ。うん。あ、占い師はできるよ。うん。で、まず、ホットリーディング、コールドリーディングっていうのは、まず人間関係で悩んでるとか、普遍的な悩みっていうのがあって、その中で、あのね、これね、誰かに例えてもらいたいな。ノンタンいる？ノンタン、まだ減らってるかもしれないけど、ノンタンに協力してもらおうかな。ノンタンいる？ノンタンいる？占い師を論破したのじゃなくて、技法を全部ばらしたの。俺さっきそれ言ったじゃんとか。うん。うまいねーとか言ってずっと冷やかしてたの。1000円払って。それ俺言った言ったっつって。要はトークの組み立て方があるんだけど、ノンタンいないかな、今。匠さんに協力してもらう？ノンタンが多分一番引っかかりやすいと思うんだけどな。
誰かいないかな、付き合ってくれる人いる、コールドリーディング。のんたん多分香川さんとこいるな、多分香川さんやってねえかな。明日占い行って買え、春巻き買わなきゃ。そうだね。ね、例えばなんだけれども、辛かったわ。あのね、どうしてかっていうと、占い師の喋り、あ、あずさん、試してくれる？あずさん、試してくれる？のんたん今、のんたん、やばい、春巻き作らなきゃ、つって。遅いよ。うん、それかわいいな。誰かやる人いる？マイニャンか。じゃあ、LINE かけてくれる？俺に。LINE かけてもらおうか。うん、じゃあやってみようか。失敗したらごめんね。ちょっと待ってね。コールドリーディング、ホットリーディングやるんだけど、ちょっとテストでやってみようか。よいしょ。ちょっと待って。うん、協力してくれるって誰か、うん。よいしょ。はい、ここに LINE かけてきてください。女でもいいよ、全然。やりましょうか。よいしょ。あ、事態がですか？そうです。ああ、まあ、近いといえば近いですね。僕は結構前からそういう悩みの種があったんじゃないかなっていう。っていうのも、今回の悩みって、はい、今、最近のことだと思いますよっておっしゃったんですけど、実は似たような悩みって1回や2回ではないですよね。はい、いやー、初めてですね。ああ、なるほど。うん、はい、なるほど、なるほど。次の方どうぞ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 。次の方？これ成功するまでやるからな。ふざけんなよ。いや、次の方どうぞ。いや、次の方、どうぞ。はい。お金返します。スカイプじゃないね。LINE だね。うん。あ、着信あった。了解です。次の方行きます。ちょっと、ごめん、ごめん、ほんとごめん。ほんとごめん。ちょっと待って。いや、ブチ切れしちゃったから、多分今の人フォローしてくんないだろうね。ごめんなさい。着信来ます。次の方。はい。真面目にやります。すいません。わかったよ。わかった。ちゃんとやるよ。うん、すいません。あ、いや、ごめんなさい、あずさん。あずさんとすいません。ネタにしちゃって。申し訳ないです。後でタイムシフト見たらわけがわかります。はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。はい。空気読めや。外しまくってた。うるせえよ。ハードル上げんな。黙って聞いてろ。はい、次の方どうぞ。はい、次のお悩みのある方どうぞ。あ、来た来た。あ、もしもーし。もしもーし。ワドです。お名前、小手半お願いします。マイニャンです。マイニャン、よろしくお願いします。はい。うん、じゃあ、お願いします。マイさんって呼べばいいですか？あ、はい。お願いします。じゃあ、マイさんって呼びますね。マイさん、はい、今回悩みがあるっていうことなんですけど、もう頭の中にその悩みっていうのはあるんですか？うん。あります。ある。ほうほう。それは、もう、明確にこれっていうものがあるっていう感じ。うん、ですね。なるほど、なるほど。じゃあ、それを一個一個今、はい、紐解いていこうと思うんで、よろしくお願いします、うん。お願いします。よろしくお願いします。そっか。うん。うん、同性関係のことですか？いや、違います。あ、なるほど。ああ、わかりますよ。男性ですよね。うん。なるほど、なるほど。もう長いんですか、片思いは。いや、そう、違います。なるほど。うん。はい。ありがとうございました。帰れ、ボケ！し！次！次来い！次だ！やべえな、これ。これ、くっそ面白いじゃん、この占い師。これ、流行るんじゃないの？
もう占い枠。もう二言目にはもう返されるっていうね。いやー、いや、いつか当たるはずだから。いや、占いってこういうことだから。占いってこういうことだから。うん、あ、大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫ですよ。はい。うん。いや、これもう当たるまでやろう。当たるまでやろう。これ、だんだん腹立ってきた。はい、次の方どうぞ。もう、LINE、ガンガンかけてきてください。いや、腹立ってきた、だんだん。いやいやいや、もう、配信者ってそういう存在だから。俺が培ってきたキャラクターが今、全部崩壊しようと思ってる。はい、初見さんいらっしゃい。的外れな占い師たまにいる。マジでやるわ。違うんだよ。手の内ばらしちゃったからやりづらいんだって。違うんだって。手の内ばらしたからやりづらいんだ。本当にやる。マジでやる。本当にやる。本当にやる。本当にやる。ちょっと待って、本気出すわ。違うんだよ。警戒してるからやりづらいんだって、本当に。うん。もう一回いいっすか？じゃあ、あずさん。もう一回いいっすか？あずさん。うん。あ、次来ました。あ、ちょっと待って、あずさん。大丈夫。ちょっと待ってて。はい。行きまーす。次の方どうぞ。次の方どうぞ。次の方どうぞ。いや、ガチでやってんだよ。ガチでやってんだけど、やりづれんだって。あ、ありがとうございます、マニアさん。どうもどうも。はい、次の方。手順逆にすべきだったね、ほんとに。だってさ、スプーン曲げのトリックを知ってる後にさ、ちょっと待って、マジでコールドリーディングやるんだけど、コールドリーディングとかって実は大事なのってセットアップって言われてんのよ。あ、コールドリーディングじゃない、ホットリーディングか。ちょっと待って、頑張るから。はい、どうぞ、次の方。いやー、やりづれ。やりづれーなー。もう、こっからは、こっからはひどいことになるな。本気でやる。本気でやる。本気でやる。本気でやります。頑張ります。見守って。あれ、かかってこないな。どうしよう。さっき一個かかってきたんだけどな。リスナーがホットリーディングして、もうあかんわ、とか。頑張るよ。大丈夫。ドヤ顔したよ、俺も。ワード、あの、スプーン曲げの時の快感をもう一度味わいたい。グダグダ感ね。あれ、かかってこないな。マジでやる。ただ、かかってこない。もうやめる？やめとく？もう。大丈夫かな。スプーンはほんまに感動した。いや、なんかここで終わりたくねえな。誰かかけて、誰かかけて。ここで終わりたくないな、なんか。潰されたまま終わりたくねえんだけど。誰かいない？もうない？ない、ないか。もうないか。三度目はねえか。ないか。見たいね。俺もリベンジしたいもん、ここまで来たら。なんか。なんか、ただの三流野郎だったぞ。心折れるわ。あ、じゃあ、前にはもう一回やっていい？ガチの相談。でもね、女の子は比較的にやりやすいんだよ。女の子は。もう一回やって、もう一回じゃあ、前にはにお願いしようか。じゃあ、前にはお願いします。マジか。頑張ります。よろしくお願いします。前に。はい、お願いします。あえて言わなくていいですからね。乗っからなくていいんで、はい、本当に。空気読まなくていいんで。よろしくお願いします。わかりました。ほうほうほう。ね、まあ悩みがあると。はい。結構、あれですか、悩んでるんですか？どれくらいな感じで悩んでます？結構長いかな？なるほど、なるほど。どんなあれなんですか？ご職業は。職業は、接客です。ほー。もう仕事自体も長いんですか？いや、まだ、今のところでは1年ぐらいです。ほう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 。なるほど。接客業大変ですよね、本当に。そうですね。ですね。あれですか？占いとか好きなんですか？占い結構好きです。あ、結構行きます？占いは。行かないですけど、うん、やっぱ本
雑誌の後ろの方にあるのを読んだりだとか、テレビのやつを見たりとかっていうのはあります。なるほど、なるほど。結構当たる方ですか？信じる方ですか？当たらない。当たらない。あ、じゃあ占いは基本的に当たらないっていうふうに思ってる。はい、うん、当たったらラッキーかなぐらいですね。おー、なるほど。ちなみになんか、その異性での悩みがあるっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。はい。うん。あれ、あれですか。もう、長いんですか。はい、結構長いです。うん。どんな悩みですか。え、言っちゃっていいんですか。言っちゃっていいんですよ。言っていいんですよ。いいですか。何でも、やっぱり、うん、言った方がいいですよ。うん、はい。なんだろう、自分の中で、もう本当にこの人っていう人に出会えないんですよ。あれですね、マイニャ。はい。もしかしてですよ。はい。恋愛の悩みじゃないですか。そうです。やっぱり。でもさ、いや、僕、いや、いや、まあまあまあ、いいんですけど。うん。ああ。あんまりいい人に出会えない。はい。わかりますよ。あれですよね。はい。そうですか、そういうもんですよ。人生って。はい。なんか、こうしたらいいんじゃないかっていうのあります？ないです。一個もありません。大体の人がそうですから。はい、あれですよ、ただ、まあ、マジな話、恋愛相談に乗るとするんだったら、はい、理想が高いんだと思う。理想ね。結構惚れやすくて、あの、なんだろう、ダメ男にしちゃうタイプなんですけど。ああ、ダメ、ダメな男が好きなタイプ。かもしれない。そういうとこありますよね。あれでしょ、あの、私がいなきゃダメなんだってなっちゃうんですよね。そう。わかります、とも。じゃ、じゃ、そういうことでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。うん。また来てください。はい。いやー、恋愛的中恋愛が、もうすごい、驚愕ですよ。え？あ、違う？シュシュが。あ、そう。俺向いてねえわ。向いてねえわ。誰でもできるな。やばいな、これ。俺、もうダメかもしんない。1ヶ月間ぐらい放送やめるかもしんない。もう的中だよね。敵中。話と違うな。やめよう、このホットリーディング、コールドリーディング。コールドリーディング、ホットリーディングやめよう。いや、もう聞くよね。聞くスタイルだよね、俺は。ストレートに。やっぱ、もう時間短縮短縮でね。和藤さんと話してよかった。スプーン曲げでやめとけばよ。だから、これだよ。わかる？俺が言いたいことってここだよ。欲張るなよ。お前ら、いいかお前ら。欲張んじゃねえぞ。欲張っても、いいことねえぞ。わかるか？人間っていうのはよ、欲かくとよ、下手打つぞ。覚えとけ。っていうことだよね。欲ってダメ。そう。欲張ったらダメ。欲張るだよ。今日の教訓。欲張るやつはダメ。ああ、面白いですね。宇宙の外側には何があると思う？これガチの話すると、宇宙の外側には何があるかじゃないんだよね。これガチの話すると。
宇宙の先に見えるものは人間が見たいものだと俺は思う。うん、これは名言ですよ。宇宙の先にあるものは人間が見たいものしか見えないんですよ。これは深いこと言ってるけどね。これ伝わるやつには伝わってるから。吉村さんいらっしゃい、うん。これってどういうことかっていうと、人間って見たいものしか見えないんですよ。うん、あの、宇宙になんで行けたかっていうと、想定してなかったものって見れないんだよ。そう。だからおそらく人間が発見したがってるものが見えると思う。うん。いいこと言ってる感じじゃなくて、これ結構ガチな話。うん、多分人間が必要だと思ってるものしか手に入らないと思うの。うん、これは本当です。うん、話が入って、もう何聞いても嘘つきなんでしょ。何聞いてもこいつダメなやつ。急に話が入ってこない。ああ、まあまあ、信用を失ったよね。いいんだよ。いいんだよ、そしたら。ツイキャス行くから。ここが、ダメになったら俺はツイキャス行くんだよ。ニコ生でも行けばいいんだよ。次の獲物、いいんだよ、それで。そういうもんだよ。期間限定だからな、この野郎。宇宙の果ては何ですか？何なんだろうな。宇宙の果ては宇宙なんじゃないのかな。どうなんだろう、うん、欲張るなよの説得力がすごかったんだ。前澤さん、人のさ、サムネをさ、勝手にキャプらないでくださいよ。なんでドヤ顔の俺なんだよ。欲張るなよの俺をキャプって勝手に前迫さん、あの写真使わないでください、うん、宇宙にサンタがいる説、それ聞いたことねえな、うん、いや酒はもうやめたんですよ。酒飲んでもいい。今も広がってる。あ、俺ね、可能性が一個あるとするんなら、あのね、宇宙が膨大に広がっていくと宇宙時間って長くなるの。だから俺寿命が長くなってるんじゃないかっていう。宇宙が縮まれば縮まるほど時間っていうのは短くて、で、宇宙が広がり続ければ広がり続けるほど物質の運動の速度が遅くなるっていう理論があるんですよ。で、実はその寿命が長くなってくっていうのはそこ関係あるんじゃないかなっていうのは結構あるんじゃないかなと思ってますね。前坂さん風船いっぱいありがとう。あの、できればコメントジャックしないでください。読めないっす。このさ、風船一個でさ、コメントをジャックできるってさ、結構有利だよね。そう。1円で人の放送ぶっ壊せるじゃん。すごいよね。ふわっちよく考えたよね。うん。リリコばあさん。うん。これ結構あるんじゃないかなと思ってて。あの、なんか食い物で寿命が長くなったとかいろんな、あ、そうそう、江戸時代がなんで寿命が50年だったかっていう説で、すごい面白い説があるんだよ。すごい面白かったのが、あれ、なんだっけな。暇だったから説って聞いたことある。江戸時代の人はなんで寿命短いかっていうと、暇だったから。毎日毎日畑耕して、毎日たくあん食って、米食って、要は、快楽物質が少なかったから、そう、人生のサイクルが短かったんじゃないかっていう説があって。確かに、今ってさ、情報が膨大にあるじゃん。だから、暇つぶせるとか楽しいって思うエンターテインメントがすごい多くなってるから、寿命が長くなってるんじゃないかっていう。真面目に話せば話すほどウケる。もうちょっと切り替えてこう、そこ。あの3世代平均寿命100歳だからね。100までいけるだろうね。でもこれ面白いんだけど、これは俺のあくまで説なんだけど、武士の時代とか短く太く生きてる人たちってやっぱ、例えばね、その神風特攻隊の手紙とか読んだことあるんだけど、19歳とかでものすごい文章を書いてるのよ。知的レベルがすごい高いの。だから、寿命が短いっていう風に把握してると、太く短く、すごい濃厚な人生生きると思ってんだけど、今の世代って寿命が伸びてるけど、俺例えば30代だけど、昔の人に比べると10代とか20代のノリだなって思うし、今の60代を見ても、なんか40、50代に見えるんですよ。だから寿命が長くなるイコール、
人生がこう、謳歌できるんじゃなくて、長くなればなるほど間延びすると思ってて。だから最近の20代の子とか、ほんと中学生みたいな考え方するなと思うんだよね。うん。ハワイの人とか今も寿命が短い。おー。字も綺麗だし、同世代と思えない。そうだよね。そうそう、中身が、だからその、中身も間延びしてるっていうか。暇だと死ぬ説。そうそうそう。夢がなくなると死ぬっていうかさ。うん。火星に移住できるって話もあるよね。住居者を募集して。あ、それね、受けたいと思って。イーロン・マスクっていう人が宇宙開発やってて、本当に募集してたんだけど、俺の時もう締め切っちゃってて。俺本当に行こうと思ってたんだよね。うん。宮さんがそれ言ってた。三輪明宏はすごいよね、本当にね。多分ね、こう言ってたんだよ。最近の若い顔見てごらんなさいよ。みんな昔の人と違って、こうやって人生を間延びしてる感じがするでしょ。こうやってね、人生っていうのは短ければ短いほど輝く生きていく人生なのね。似てない？似てない？俺三輪明宏結構自信あるんだけど。テスラモータス。え、嘘？似てなかった？マジで？俺ちょっとショックなんだけど。え、もう一回やっていい？あんま似てない？俺結構似てるって言われてたんだけど。三輪、ちょっと待って、それイメージだって。頭きた。三輪さん、三輪さんでしょ？どう考えても。え、似てなかった？それね、多分ね、絵面の問題だと思うよ。ちょっと待って。悔しいからもう一回やるわ。え、似てるでしょ？じゃあ多分絵だよ。どうも、こんにちは。みんな私の放送に聞いてくれて本当にありがとう。実は最近のもう少し声が細いとか、え、似てない？似てないかな？俺結構似てる自信あったんだけどな。あ、そう。あ、そう。あ、そう。マジで似てない。もうやめようじゃん。なんだろう、もうなんか、あれだ？なんか、何やってもダメキャラにしようとしたててない？なんか。どんどん芸が殺されてくんだけど、さっきより似てない。マジか。絵面じゃないんだ。あ、そう。雰囲気は伝わってくる。あ、そう。マジか。佐野さんが少し似てるところあった。なんかしゃくれてるってなんだ。しゃくれてねえわ。あ、そう。マジか。もうやらないじゃん。うん、封印するわ。俺の手帳に書いてある三輪明宏に斜線を引いとくわ。お前らのせいだかんな。お前らのせいで、な？ここに書いてある三輪明宏に今日泣きながら斜線を引くかも。なんでだよーつって。どうして似てないんだよーって言いながら。このネタが分かった人は前回の放送を見た人ですよ。ここで、ここで笑ってくれた人は和道リスナーですよ。つながってるから。つながってるから。はい、久しぶり、マリアさん。いや、前回、藤原竜也をこき下ろす枠をやったのよ。長渕剛やりますか、じゃあ。じゃあ、なんか、みんなが知ってる曲、長渕剛が絶対に歌わないみんなが知ってる曲、リクエストしてください。長渕剛が絶対に歌わない歌をリクエストしてください。カラオケやりましょう、はい、さあどんな曲が来るかな、リクエスト、はい、どうぞ。熱苦しい役者、そうそう、藤原竜也を散々こき下ろす、うん、トンボは長渕剛の模試曲だわ。アメリカの国歌面白そうだな。アメリカの国歌って歌詞わかんないかな。もう恋なんてしない。フォーチュンクッキー。
フォーチュンクッキー言ってみるじゃん。俺、でもフォーチュンクッキーの歌い出しがわかんないからな。ごめん。俺が知らないわ、AKB を。知ってる曲じゃないとできないね。あ、ハトポッポいいね。ハトポッポやってみようか。ハトポッポいけるかな。ハトポッポ絶対歌わないもんね、中道強しね。やってみようか。できるかな。ちょっとできなかったらごめんなさいね。はい、いきます。せい。あ、エコー。ハトポッポ、まるで星がそれやるぞ。せい。なんで仲良く旅に帰せ。ほらできる。ちょっと待って。これさ、歌詞カードが遅れて出てくるんだけど。うん。できるできる。全然。何でも歌えるから。うん。何でもできるから。うん。似てるでしょ。よかった。占いの挽回ができてよかった。何でも歌えるから。俺が知ってる曲だったら何でも長渕にできるから。でももうやらない。よく。お前ら、お前ら、よっきり。人間ってやつだよ。人間ってやつはよ、欲張るとよ、怪我すんぜ。欲張るなよ。覚えとけ。これさっきの教訓だから。ここで2回目やるとね、だいたい良くないから。くれない、くれないで終わろうかさ。くれないできるか。くれない長渕でちょっと面白そうだね。くれない、ちょっと欲張っちゃおう。くれないやってみようか。くれない、くれない絶対面白そうだ。ちょっとくれない頑張ってみるね。いけるかな。くれない、くれない、くれない、いけるかな。ちょっと待ってね。いけるかな。難しいぞこれ。今日はみんなありがとう。見てくれ、くれない、せい。I could look back, say you go away from me. I feel my hurting, every fall is falling you.When I had looked at shadow on the wall, I started running into the night and trying to save me. これさ、前奏長いんだけど。せい。長いな。サビまで長いぞこれ。桜島。え、はい、嵐吹くこの街が青バイを抱く吹き抜ける風。無理かるな。よくなった。お前を守り何かに終わるよ。俺が見えない。欲張った。欲張ったな。今日も負けか、俺も。悔しいな。やめとけよかったな。悔しいな。ああ。おい、佐藤誕生日おめでとう。いや、あのね、長渕のキーと全然噛み合ってないんだよね。出だしは低いからなんだよ。欲張っちゃったね。29か。おめでとう。うなでくれない。うなはね、歌うの難しいんだよね。あいつの声。やりたかっただけだったな。
しさと、じゃあ、わかったよ。しさと、うん。生主、ちょ、ちさと、誕生日だから電話しようか。うん。ちさとに、ハッピーバースデーだな。うん。ちさと。ちょっと待って、千里に電話しよう。ちょっと待って、痛い痛い。春巻きうまかった。なんで知ってんの。もしもし。はい、もしもし。誕生日おめでとう。え？ありがとうございます。ありがとう。びっくりした。誰か電話する。いやいや、千里に電話したんだけど。千里。どうも、ありがとうございます。今日は、千里が生まれて、29回目の日だね。2回目 ?29 回目の日だね。あ、うん、じゃあ、そう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 。うん、ダメだ、やりづれえな。千里さ、ぶっちゃけな話、生主今まで何人とパコったの、え、二人だよ。あ、そんなもんなの、生主ヒカルとガロぐらいだけだよ。あ、そ、うん、あ、そんなもんなの？うん。え、ヒカルとガロだけじゃなくね？うん、二人だけだよ。本当に？え、もっとパコってるでしょ？うん、パコってない、パコってない。ただ、うちが好き好き言ってるだけ。多いだけ。あ、そうなんだ。うん。え、エビゾウさんとはチューだけだよ。あの、リアとツッコミ。はいはいはい。あ、そうなんだ。俺もう、なんか、男性生の人半分は千里とパコってると思ってたから。いやいやいや、全然、嘘は言わんよ。あ、そうなんだ。うん。じゃあちなみに、ヒカルくん、どんなセックスするのか全部教えて。うん。ああ、まあ、ほとんどの人知ってると思うよ。千里さん。いや、全然もう。ほんとね。うん。まあ、簡潔に言うと、うん。寝バック、ソーロを、祈祷にほくろ、ぐらいかな。寝バック？ゴムはつけたよ、ちゃんと。うん、それはちゃんと。いや、まあまあ、うん、まあいいんだけど、うん、ゴムつけたかどうか。え、なに？寝バックって何？いや、寝バックがいいとか言うからさ。何？寝バックって。だけん、その、寝ながら後ろからやるみたいな感じでね。それあれじゃないの？千里の顔見たくないとかそういうことなんじゃないの？ああ、多分それもあるかもしれないね。うん。いや、じゃないよ。違う、その時ね、あの、ヒカルの、リア凸の時で、6階で、それで、たまたまその行ったリスナー、あ、生主さんが、ホテル代出してくれて、パコレって。で、なんか、夏だったの、7月だったかな。で、なんか、1時間だけ、ちょ、いつか、みたいな言われた。お、いいよ、みたいな。お、ね、人かっこいいし、ってなと思って。あ、なに、千里が抱かれたかったの、ヒカルくんに。あ、そう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 、そのノリで、で、あっちがちょ、ごめん、1時間だけいい、みたいな。あ、いいよ、別に、って。なって、それで、リスナーほったらかしで、そしたら北部さんから、なんかホテルおったら電話来て、みたいな。ほー。あ、リスナーほったらし、何してんじゃん、みたいな。ちなみに。誰といるのとか言って。そう。千里、ちなみにね、今ね、うん、あの、うん、俺、占いをやっていて。占い、うん。そうそうそう。で、ちょっと趣味でやってるんだけど、ちょっと占ってもいい？え、どうやって占う？声で占う？あ、まあまあ、喋ってればいいよ。喋ってるだけで、もう、千里の全部がわかるっていう。うん、ああ、うん。でも今、はい、ぶっちゃけた話し、うん、悩んでることあるじゃん。ああ、まあ、あるはあるね。うん。あれだよ、俺が言ってんのは、その小さい方の悩みじゃなくて、結構、その深刻な悩みの方だよ。あ、うん。あるじゃん。そうだね。うん。うん。いや、もう結構悩んでるわけじゃん。うん、悩んでる、悩んでる。うん。え、それは、千里はどういう風に、もう向き合っていこうとか、もうどういう風に悩みを解決していったらいいと思ってんの？うん、それは、その、ワドゥさんが、それをうちの、その悩みを何が思ってるかによるんじゃない？いや、だから、そう、一番深刻な方よ。な、ずっと、深刻？そう、ずっと抱えて、昔から抱えてる悩み、もう、これどうしたらいいんだろうって思ってるやつだよ。うん。え？いやでも、こういう性格だ、明るい性格だからさ。あんま悩まねえもんな。悩むときは悩むよ。うん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 。で、まあ、知り合いとかに相談したりとか。うん。でもさ、千里のこと本当に分かってくれる人間ってあんまいないじゃん。まあ、いないね。いない。コメントとかでも結構目立っとうし。うん。なんか誤解され、誤解されてるよね。うん。うん。うん。はい。まあ、それもそうだね。多数で言うとそうだね。うん、コメントとか、うん。そういう感じだね。うん。うん。
いや、俺、その悩み何か言い当てていい今。いいよ、うん。ネットとかで、その、誹謗中傷されてることじゃない？当たってる？ああ、まあ、昨日がそうだった。なんか、今日の8時半ぐらいまでコメント規制みたいな。なんか、そうそうそう、リスナーとなんか、リプでやり合ってて、そしたらなんか、そのリスナーが、うちをなんか、通報っていうか、やって、みたいな。コメントが。またやられるんじゃないかなとは思ってる。うん、またその人のキャスにいた時ね。うん、ね、それを本人に言った方がいいのかなと思ったの、そのキャスの人さんに。だけど、知り合いはそれ言わなくていいって。そう。もう普通にしとけばいいって。NG 入れるなら NG 入れて、もうそれで絡まんければ、それでいいじゃん。コメント見えへんし、みたいな。そうだな。そう。まあ、昨日がそうだったから。で、一日見れなかったんよ、さっきまで。で、まあ、まあ、とあるキャス行ったら、うざいよな、あっちだと、みたいな言われて。ひどいね。え、ピースしてって言っただけなんやで。で、今日誕生日やから、ちょっと、まあ、なんか。何お前、いろんなところに行って、誕生日だからって言いふらしてんの？いや、本当に誕生日だから、まあ、おめでとうって言ってくれたら嬉しいなっていうのもあって。え、でも、いろんな、いろんな生主のところ行って、私誕生日だから、なんか言う。まあ、一人しか行ってないよ。だけども、めんどくさと思って、今、キャスはちょっと消してる。おー、なるほど。で、今、ふわっちを、ちょっと、ふわっちちょっと見てっていう人がいたから、今、再ダウンロードして、で、和道さんがやってたから、春巻きがなんとかで書いてあったから、あって飛んできた。そしたら、なんか、長渕もどきのなんか、X ジャパンがなんか歌ってたから、あらと思って。なんか、長渕好きだからさ、びっくりしてた。見てたからびっくりして。オッケー、わかった。ちょっとありがとう。誕生日おめでとう。うん。あ、長話すいません。いや、とんでもない。うん。面白いな。だってもう、質問したら全部答え返ってくんだもん。うん、二人だよ、つって。ヒカルとガローな、つって。うん。パコってねえよ。パコってねえよ。うん。はいはい、ありがとう。うん。人肌ないっすよ。やめてくださいもん。うん。あれ？音小さい？なんか音小さくなってる。あー、そっか。そうなんだよね。あのね、キャスがね、結構、あー、ほんとだ、これだ。あ、レベルが勝手に変わっちゃうんだよね。光流？うん。映像止まった？大丈夫？戻った、うん。なんかぼやってる。なんだろう。カクカク？嘘？マジで。へぇ、気筒にほくろがあんな。いや、TMT じゃないけど。え？大丈夫？大丈夫だよね。うん。なんだろう？確かにカクついてんな。なんだろう？なんだろう？映像 OK？ なんか俺の方もカクついてんだよね。うん、入り直したら治った。あ、よかったよかった。ネバックはなんかリアルだったよな。なんかかわいそうなんだけど。なんかさ、俺女の子でさ、ヒカルかっこいいなっつってパコろうぜっつってネバックがいいって言われたらさ、なんか最低だなヒカルってな。3倍目ヒカル最低だなおい。ネバックかよ。なんか愛がない。3倍目ヒカルね。ネバックはなんか生々しかったよな。俺もチローだと思ったわ。早漏なんだね。なんかかわいそう。なんか、お前がやりたい。いやいや、全然やりたくないですよ。いやー、へこむわ。だって俺、例えばだよ。例えば、彼女がいなくて、例えばだけど、リスナーさんにパコローって言われて、和道の顔隠して。あ、でも、のんたん目つぶってるわ。のんたん俺とエッチするとき目つぶってるわ。俺の目見ないのそういうことなのかな。そういうことでしょ。ヒカルが寝バックするのとのんたんが俺の目を見ないのは一緒でしょ。そういうことだったの。俺の目を見てセックスしないのは。3倍目放送してるし笑った。放送やってんの今。
なんか悲しいよな。なえるな。死ねってなんだよ。死ねとか言わないの。じゃあそろそろ寝ようか。明日も仕事。女は恥ずかしくて目を閉じてる。浮気した？浮気してないよ。なに、のんたん怒ってんの？なんで怒ってんの？のんたんと電話してお別れにしよう。のんたん。のんたんと電話しよう。のんたんおこだ。切られた。切られた。のんたんおこだ。のんたん激おこだ。っていうか、また腫れてきた、ここが。四角くなってるでしょ、顔が。わかる？リンパがまた腫れてる、ここ。リンパが腫れてて痛え、ここ。いやー、もう、怒ってますよ、彼女は。勘違いされちゃったのかね。俺、千里と何もないよ、別に。浮気なんかしないよ。欲張ったからだよね。疲れだね。そりゃそうだろう。仕事上がりの何時間喋ってんだよ。俺、リンパほんと腫れやすいんだよ。おたふくじゃないんだよ。リンパがね、パンパンに腫れるの。なんだろう、どっか悪いのかな。なんか、ここがね、もうストレス溜まったり疲れてくるとパンパンに腫れるんだよ。あ、そうそう、みんなさ、サブカルで有名な宇宙村って知ってる？宇宙村って、隕石を売ってるお店で、幸せになれるステッカーとか有名なんだけど、知ってる？宇宙村って知ってる？みんな。隕石売ってるおじさんでサブカルで有名なんだけど、知らないかな？宇宙村知ってる？会社のすぐ近くだった。で、宇宙村に行ったら、今度生放送させてって言ったら、いいよって言われたの。宇宙村のおじさん。たまこちゃんいらっしゃい。知らないんだ。宇宙村ってね、そうそう、白髪のクソじじい。その人、ニコ生でコラボしたいって言ったら、ニコ生じゃない、ふわっちでコラボしたいって言ったら、そうそう、怪しいおじさん、いいよって言われたけど、じゃあ条件を一個出されたの。あれ本物なのかどうかとかを全部取材させてくれって言ったら、いいよって言われたんだけど、条件を出されたのね。その条件っていうのが、ギャラ5000万って言われた。一時間コラボ配信するのに、ギャラを請求されて5000万って言われた。そうそう、テレビに出たり、結構有名なんだよ、宇宙村。宇宙村配信してないよ。してなくて、俺がインターネットテレビやってて、取材したいっつったら、5000万って言われた。まあ、5000万って冗談なんだけど、5000円でいいよって。どう思う？ 5000 円払う価値あると思う？5000円で取材。5000万は冗談なんだけど、5000円でいいのって言ったら、どう思う？ 5000 円払う価値あると思う？俺そこを相談したくて、なんかさ、ぶっちゃけ面白いそうな親父なんだよ。サブカル親父だし、やっぱぶっ飛んでるんだよ。だけど、ギャラ5000円回収できるネタになるかどうかっていうのが微妙なんだよね。微妙だよね、また。そう、金要求されたんだよ。どうかなと思って。だから、ステッカーとか買わされる覚悟。いや、だからステッカー買えって言われたけど、買わねえっつったよね。そう。なんで、ひもじいやつだなって言われたかんね。ステッカー買えよってご利用されて、ごめん、今手持ちねえんだっつったら、なんでひもじいガキだなって言われて。そんな生き方してると、すさむぞって言われたかんね。暴言吐かれたかんね。ないと思うけど、和道さんのいじり次第。だよねー。だよね、難しいよね。のんたんさ、自分のコメントに向かって性病だろってなんだよ、これ。どういうことよ。矢印の向きが自分のサムネになってんだけど。興味あるけど、和道さん払うのどうかな。いやー、微妙なラインじゃん。
5000円でやる価値があるのかっていうのをすごく考えてて、どうなんだろうなとか思ったんだよね。面白くなるかもどうかもわかんないじゃん。そこをね、ちょっとね、視野に入れて、今1個のカードに入れてる。5000円って結構でかいかんね。あ、俺のことか。あ、俺に言ってんの、ヘルペスコンジロー持って。ちょっと待って、そうさ、なんで俺自分の彼女に枠を割らされないといけないの。おかしいでしょ。ヘルペスコンジローマって俺のことだ。俺が持ってる性病だ。ムートが好きなら価値あるかもね。だけど客層、要はリスナーさんが喜ぶそうなのかなと思って。1時間もうないでしょ。引っ張って1時間でしょ。見るけどね。やめよ。今の俺は5000円死活問題だからね。ちょっと待って、ノンタンも女子だねってさ。彼氏に向かってヘルペスコンジローマ野郎がっていうやつがどこが女子なんだよ。ヘルペスコンジローマだよ。すごい、ね。すごい呪文だよ。この世の中が滅ぶ呪文だよ。ヘルペスコンジローマ。じゃあね、俺子供の頃からヘルペス持ってて、体調悪くなるとね、唇がね、荒れるんだよ。いや、彼女荒らすんだよね、すごい。銭湯まだやってるかな？銭湯行ってこようかな。左のタオルが揺れてる？え？左のタオルが揺れてる？え、何それ？どこ？左のタオル？何左のタオル？え、何左のタオルって。え、ど、左、え？え、何左上のタオルって。え、どこどこ？スライム？え、どこ？何怖いんだけど。左上？左上にタオルなんかあるか？え、何？え、どういうこと？タオルなんかないんだけど。え、どういうことどういうこと？え、何怖いんだけど。エアコン？スライムの向こう側？ちょっと待って。そうなんだ。俺の配信画面だと見えないんだよね。あー、エアコン、エアコン。多分。あれ、俺の配信画面見えない。あー、エアコン、エアコン。エアコン、エアコン。うん、エアコン、エアコン。エアコンです。エアコンです。いや、俺の放送、こう、心霊現象。マジで起こったやつ、あれ超怖くなかった。あの、ツイッターで10万リツイート、10万リツイートじゃなくて500リツイート一瞬で言ったやつ。あれ今考えても怖いし、怪奇現象いっぱい起こるんだよね。紫のやつはあれは風。あれが一番怖いよね。その数々の怪奇現象が起こって、例えばこのポスターが瞬きしたりとか、いろんなのがあったんだけど、そう。これが瞬きしたこともあるのよ。このポスターが。パチって。そう。つべで見たっしょ。あれ超怖かったからね。家帰って、ほんと寒いぼと、通ったもん。帰り道じゃなく、通り道っていうか、まあ家から近いところですね。そんなのあるどころじゃないよね。超怖かったよね、あれ。ノンタンが怒るのは超怖いよ、ほんとに。まばたきほんとほんと。いや、怪奇現象めちゃめちゃ多いよ、俺の放送。まだ残ってんのかな？あの、YouTube で横切るやつ。あ、横切るやつが一番怖かったよね。もう何回も見たらもう確かに。最初見た時はほんと怖かった。ゾクッとした。あれ。あ、つべねえ、もうバンになってるから多分残ってないと思う、あれ。データないよ。それなんだよな。YouTube バンになったら動画返してほしいんだよな。元のデータ。それすらも見えなくなっちゃったから。検索したら出てこないもん。ジョーカーかっこいいよね。もうない。そう。YouTube バンにされちゃって。もう残ってないですよ。見たかったよね。
あれ結構衝撃的なコンテンツだったんだけど。あれもう見れないでしょ？残ってないでしょ？探してもないよ。ないない。なんでバンになったのか未だにわかんないんだよね。理由もね、返答してくれなかったんだよ。1ヶ月間ぐらい粘ったけどね。ダメだった。たくみさんのところもないでしょ。ないないない。うん。だから過去作った動画っていうのはほぼ全滅しましたね。で、ね、膨大な量だからストックできないし、やっぱり。うん。だからリスナーさんが分散してあげるとかしないと難しいかもしんないよね。金梅の首なし男。ああ、それ知らないわ。俺が一番怖いと思うのは、あの、野田総理の家の顔が映るやつだね。ごめんねですわ、もうないんですか？ないよ。そんな面白いネタじゃねえだろ。霊感あるリスナー呼んで百物語。百物語とかやりてえな。やりてえな。幽霊貴重だよね。百物語いいよね。寝るか。もう、寝よ。嫌だ。え、仕事サボるさん、幽霊とか怖い派なんだ。俺の放送すごい幽霊いっぱい映るで有名だけどね。定期的に。怖い。怖いんだ。なんか企画やりてえな。この枠でっていうか、あと5分で終わりにしようかなと思って。さすがに明日仕事だから、明日も仕事だからさ。あー、のんたんが金髪の頃の写真出てきた。かわいい。怖いけど好き。俺結構怪談系の話やってたよね、ニコ生でね。数体ストックありますよ。数体ストックある。なんだろう、何が一番怖いかな。俺の中で一番怖かったのは何だろう。アドとロハコが怖い、うん、またしてほしいか。心霊な、うん、心霊な、うん、あ、もしかしたらね、明日 LINE スタンプが完成するかもしれないですよね。もしかしたら明日 LINE スタンプリリースするかもしんないんで。マジでみんな100円で買って、ほんと。全然売れないんだよ、今のご時世 LINE スタンプ。死ね配信ね。うん。LINE スタンプできたら買ってよ、みんな。100円ぐらい持ってるでしょ。まあ、俺には1円も入ってこないけど。うん、怖い話聞きたい。あー、でも俺の怖い話ってなんか変な話っていうか不思議な話と混ざってるからな。デザインは、デザイン。あ、俺の顔のスタンプじゃなくて、俺が会社で、絵を描くデザイナーさんは別にいるんだけど、あの、セリフ作ったりとかずーっと作業やってて。デザインどこにあるかな？デザインあるかな？ちょっと待って、ね。デザイン。ちょっと待って。あるか。結構可愛い。なかなか前回よりいい出来になってると思うから、売れそうな気はするんだけど、女の人向けに作ってるんですよ。うん。ちょっと待って、今調べるから。最近 LINE スタンプ買わなくなった。マジで。なんか流行らせたいんだよね、一個。うん。LINE スタンプ今ね、53万アカウントとかあるのかな。すごくない？ 53 万個も LINE スタンプ作ってんだよ。日本人のクリエイターが仕事なさすぎなんで溢れ返ってんだよ。すごいよね。53万個スタンプ。もう膨大にあるんだよね。あれどこだっけな？ちょっと待って。あったあった。こんな感じですね。こんな感じ。あれ、しまって。こんな感じのラインスタンプですね。
そんな感じです。よろしくお願いします。皆さん買ってください。よろしくお願いします。みんな買ってね。海外の幽霊が日本で見れないのって不思議だよね。あ、そこなんだよね、結局ね。画面割れててわかんない。まあまあ、まあ、いいです。買ってください。じゃあみんなお疲れ。よし。お疲れ様です。検索、あ、いや、明日リリースしたらツイッターでリツイートするから。俺のツイッターフォローして。あ、あとね、Facebook、Facebook、もしよかったらフォローしてくれたら、Facebook、フォローバックキャンペーンというか、友達キャンペーンやってますので、もしよかったら、僕に Facebook、フォロー飛ばしてくれると嬉しいです。みんなよろしくね。Facebook やってる人、こっちよろしく。うん。お疲れ。明日も仕事頑張ります。みんなも頑張って。お疲れ。ツイッターフォローとフェイスブックは友達申請、受け付けてますんで。あ、ショーソボルさんありがとう。お疲れ。いつもすいません。ありがとう。おつおつ。お疲れ様。みんなありがとうね。お疲れ。あれ？声急にでかくなった。はい、ゴンタさんお疲れ。いや、いっぱい喋ってるけど、何時間喋ってんだ、俺。うん、よし。3、4、5、6。あざっす。うおぉ。教訓、欲張るなよ。いや、それもう、教訓ですよ。だねー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。